よろしくお願いしはます。ーい。配信開始しちゃってください。やりましょう。よーしゃーん。始まったよー。始まったよー。アナ恐ろしきアナログブー。ちょっとまだ始まる。あ、始まれるかもしれん。アナ。よーし。アナ恐ろしき。アナ恐ろしき。アナ雪？いや、アナログ、アナログゲームの部でございます。はい。うん、待って。よいしょ。よいしょ。ちょっと、放送は。夏雨。す、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 夏雨。待って待って待って。で、今、放送がまだ始めない。夏雨。あ、スナさんのメンタルが一番弱い。ね。でもね、確かにあの放送の不具合がなんか音が出ないとか出ると急に何もできなくなる。ね。めっちゃ急にマルチタスクがダメになっちゃう。そう。あ、ババババババってなる。ババババババ。いっぱいコメントして。カンジャンケジャン、カンジャンケジャン、カンジャンケジャン、カンジャンケジャン。あ、それはカンジャンケジャン。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 本当。すごいて。はい。カンジャンケジャン、カンジャンケジャン、カンジャンケジャン、でもカンジャンケジャン美味しかったよ、すごい。美味しいもあるけどな、なんか言いたなんねよな、カンジャンケジャン。食べに行ったんですよ、この前、ね、カンジャンケジャンを。ちゃんとトレンドに乗ってたからな。うん、そうだ。なんでマオとスナザメがカンジャンケジャンを食いに行くだけでトレンドに乗るのよ。すごいよ。意味不明や。いや、本当意味が不明だったな。俺も乗りたい、そんな。カンジャンケジャンはね、そう、あの相乗効果があって、ある程度そのカンジャンケジャンをみんながツイートした後に、あの軽乗りした後にカンジャンケジャンを見て、みんな食いたくなって、カンジャンケジャン食いてーってなるから。なるほどね。ファンちゃん、ファンちゃん、俺らウルフギャング乗せよう、頑張って。じゃ、この間ファンキーとご飯食べに行ってさ、あの、うん、ウルフギャング行くかっつって、あの焼肉のちょっとお高いけどめっちゃ美味しそうです。でもなんか結局会った後なんかさらっと行くのもないし、うどん食うかっつって、なぜかうどんに変わって。どういうことだ。ねえ、なんかそう、なんか途中でなんかお互いなんかちょっと、なんかもったいなくないこれみたいな。あ、そう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 。ウルフギャングらなかったのか。ぬらぎらなかった。ようわからん。めっちゃちっちゃいうどん屋入って狭いところで二人座りながら無言でうどん食って帰った。なんかね。なんかね。あれ謎すぎてめっちゃ。よくそのなんか焼肉の口になってるのにうどんに行けたね。行くうどん？やっぱウルフギャング大阪はカスうどん有名だから。ね。ちょっと昼行くっつって、ま、ちょっと昼行くっつって、その場で行くような店じゃないやろってなって。OL のチョイスなのよ。カスまあまあまあ、ちょっとこんな感じで話して、皆さんじゃあ音声調整をもろもろ。あ、皆さんは、ね、あの放送見てる皆さんはコメント欄で、それぞれのコメント欄で今の雑談で。なんかゲーム音がでかいとかです、ね、誰の声がでかいみたいのがあったら、おのおのの放送枠でコメントをお願いします。うん、はい。いや、でもカンジャンケジャンのトレンドはマジでびっくりしたわ。うん、なんかあれは、俺もなんかトレンド入っててワロタってツイートした後に、これ別の有名人のツイートだったら嫌だなって思って、ツイ消ししたもん、ちゃんと。結構カンジャンケジャンは本当に人気あるからね、他の人食べてる可能性高いね。そう、まあ、これ気まぐれクックパワーない。あ、そう、気まぐれクックさんが動画上げたのかなと思ったけど、それも違ったからさ。最新のカンジャンケジャン動画、ね、確かに3ヶ月前ぐらいに投稿されてたはずやから、そっから上がってるんだね。あの史上最強のカンジャンケジャンができちゃいましたっていう動画で、ね、そう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 、あれ毎回史上最強になるから、ボジョレ・ヌーボーみたいな感じで毎回前回の記憶を上回ってくるからね。今回はニンニクを半分すりおろして半分は潰して入れるのかみたいな。なるほどね。いつも高みを言ってるからね。ちょっとさ、一つだけ言っていい？うん、あの僕だけ誰かとご飯行ってないなってことに気づいちゃった。あ、でもヒラッチとは結構前には行ってたけどな、もうそのだいぶ前、ね、
前は大昔にね。大昔、ね。うん。ということで、うまいこと、こうやって空気を壊したところです。皆さん、お願いします。壊れてるわけねえだろ。この程度で壊れる空気だと思ったか。俺たちを舐めてこらっちゃ困るね。うそー。飯で絆が何年やってると思ってんだ。ウルフ組とカンジャンケジャン組があり、空気壊してみろ、できるもんなら。勝てねー、カンジャンケジャンには勝てねー。いや本当に美味しかったから、まあまあ平君もで機会があったらね。まあね、いつか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 行きましょうね。はい、まあまあカンジャンケジャンもウルフギャングもまあトレンドに乗ったということでね、うん、あのトレンドウルフギャング乗ってないけど、まあ、いつか乗るということで、あの今回アナログ部のやつもなんかいっぱいということでなってない。まあいろいろね、ちょっとね、あの、いや違う違う、そういうわけじゃなくて、なんかうまいことなんかまとめようかなと思ったけど、まとまらなくちゃくちゃになっちゃった。皆さんが一番かわいっすね。次はひらっちとやんのか、このくだりをずっと。行こう行かない。いや違う、行く、全然行くよ、行きます、本当に行く。フットワーク軽くなった、ちょっと、ね、あのマウ君のやつを経て、ちょっとね、うん、フットワークもうすぐ行くよ、マウ君とも次のやつすぐ行っちゃうかもしれない、本当に。そう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 、まあまあ、あの、あのアナログ部もね、ハッシュタグでいっぱいつぶやいてくださいと。はい、はい、お願いします。始めましょう。はい、で今回やるのが、はい、そうそう、シャープアナログ部でお願いいたします。ありがとうございます。はい。で、今回始めるのがなんかアップデートで追加された新しいゲームで、ね、この顔どの顔っていう感じのゲームでございます。福笑いかね。そうそう、福笑いみたいな感じで、まあ遊び方一回ちょっと調べてきましたが、多分ねこれゲームやりながらやった方がなんか分かりやすいと思うんで、うん、ちょっと最初に、チュートリアルみたいな感じでやりながら説明していきます。はい。制限時間が本来90秒なんだけど、まあちょっとチュートリアルということで180秒でやって、でまたやり直そうかなと。はい、うんうんうん、じゃあチュートリアルから開始、じゃあ行ってみます。はい、チュートリアルで5人の中の誰かが福笑いを作る人になります。で今回私が作る人、ツナさんが、はい、私が作る人間作るんだ。はいはい、人間作るで、ね、お題が与えられます。はい、で、はいはいはい、まあ私はそのお題を口に出さない、みんなが当てる人。あ、なるほ ど、うん、あ、 なるほど。あれちなみにこれみんなにはお題って見えてる？ね、6つある。うん、あ、それ、うん、これただの妹じゃない、うん、あれ、いや、あれ、いや違う、これ妹じゃなくて、あ、これ答え、そう、いざ勝負、かわいい、嫌な予感がする、囲まれた逃げ場がない、あと一つがわからない、いいねの6個が表示されてるかな、みんなに。あ、そう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 、あ、うん、でこの中のどれかを今砂ダメが作ろうとしています。うん、古子さんじゃあ今、そうそう、僕妹やと思いました。そうそうそう、で、あの砂ダメがそれを作ってって、まあみんながその6分の1を当てるっていうゲームです。はい、で、はい、待ってね、うん、で、まあなんかこういう回転もできる。あれ、あ、これ作ってるところでリアルタイムで見えてんのかな。見えてる見えてる見えてるね。あ、これ色も変えれるんだ。こう裏返したりすることもできるみたいな。なるほど、うん、そう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 。でこれでまあ稲澤さんはどれになるかを早く、そう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 。でこれが残り時間が、まあ今回チュートリアルだから長くしたけど、本来だったら90秒で、まあ作る人は作ろう。分かった、大体分かったよ、感じで。ああ、絶対いざ勝負じゃねえよこれ、絶対。ただ砂溜めさん、あ、でもまだ分からんな、3択だ。いやー、どうなんだろう、でもこんな弱気ないざ勝負はないと思う。え、何その慈悲に満ちた表情は。おおおおおお、いやー、分からん、まだ分からん、まだ分からんぞ。でも絞れたね、半分ぐらい。そう、半分にはなってる。こんな感じで、いざ勝負だけは違う。負けるやん、絶対いざ勝負ではないね。いや、ちょっと待って、本番は90秒しかないよ、砂染さん。大丈夫だ。本番はね、いや今回は、うん、嘘だろその眉。いや、参考になるやつくれよ、まだ。嫌な予感もするし、あと一つもわからないし。口が3つついてんのこれ、体に。
と、ザキヤマみたいなアクの割れ方してる。え、なに？え、え、なになに？え？なに？あ、音が。あー！ぐちゃぐちゃ。ちょっと待って。あー、いいね。はいはいはい。そんな、なるほど、そんな絡めてを、なんでチュートリアルで絡めて使うんだよ。いや、すごい、こっちのも使っていいのかなって。まあ、分かればいいってことよね。確かに棒人形作ってんの、ね、これはちょっと、これはちょっと、だけどハウスルールだとグレーだな、確かに。顔だって面白いからいいよ。まあまあ表情だけでじゃあ、本番はやりましょうか、うん、ちょっとこれ、これはちょっと絡めてだと確かに。まあ、でもまあこれはハウスルールでまあぬるっとたまに食べても了解了解やっちゃってもいい。でもまあこういうのができます。なんか終盤に出すべき絡めておいて。チュートリアルで上級技使ってくんのマジ。でまあじゃあ皆さん選択しましょうと。あ、もしてある。あのこれね順番のボーナスがあるから。うん。先に選ばれた方が。そうやね。だから俺囲まれた逃げ場がないで最初に交代。正解したから俺が3点入った。ゾウが3点ね。はい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 。でこれが正解した人の数だけ点数がもらえる。だから砂ダメは3人が正解したから3点もらえる。ああ。で当てた人は間違えた人数プラス1かな。うん。例えば自分しか当たられないってことは外した人が3人いるので1たす3で4点手に入るっていう。感じでございます。はい、っていうのをまあ一巡するっていうところ。了解。はい、じゃあちょっと一回一回やめようか。退出をする方法がどうやるんだ？退席かな？スタートボタンを押して退席。スタートボタンでじゃあちょっとゲームを中止するにしちゃいますね。はい。ここの高野ゲームマスターマジ最悪だったわ。あれこれでこのままいけんのか。で平君合流。平地抜けちゃってるよ。ゴリュー、よろしくナイオチだね、ナイオチしたわー。ナイオチしてんなよ、ヘラッチ。で、じゃあちょっと今回、まあルールをシンプルにっていうことで、制限時間が90秒なのと、あと回答方法は後から。回転方法？回答のタイミング、答えるタイミングを、みんなで90秒経った後に、まあ順番で選ぶ。要するに早押しの要素がない。早押しよくない？あった方がよくない？あ、マジで？じゃあ、あった方が楽しいと思う。確かに。じゃあ、あった方で。特に意志が弱いわなんで。どっちでもいいよ。どっちでもいい。じゃあ、いつでもでいきましょう。早押しやっぱ最強だよね。早押しで。じゃあ、順番はランダムだと思うんで、まあ、誰が最初に作る役になるかは楽しみ、じゃあゲーム開始して、じゃあここからが本番で、皆さんで点数優勝を目指していきましょう。はーい、勝負だ。よっしゃー、誰が一番表情豊かっていう話ね。そうじゃあなるほど、ミラ君から。いいでしょう。さて、さあ、もうこれっぽいね。答える方こんな感じなのね。こう、あ、お願い、お願い、一緒のお願いだと思う。これもね、来い来い来い。絶対これだわ。俺はもう来いに構えとく。なるほど。これが来い。やば。ああ、でもこれ。これ黒で統一しちゃう。黒統一か、白黒ではないんや。そう、白黒だったらちょっとね。ねえ。これが濃いワンチャンあるかなと思う。ピエンしてきたね。ああ、なるほど。あ、でもサイズ違いのやつやる。まあね。いや、絶対に逃がさない顔はしてないな。別に絶対に逃がす顔してる。あ、ピエンだ。え、ピエンだ。いや、これは。ピエンしたね。いや、うまい。ピエン。ピエン。ピエンね。めっちゃうまいな。めっちゃうまくない？めっちゃ。あっさーす。え、これは。これ黒だもしかして。いやいやいや、最初だけっすよ、これは。え、ってことはこれか？これじゃない？これもう。いや、あのね、わかる。いや、わかる。すっごいわかるけど、まだわからん。俺はね、これ置きでいい。いや、俺はもう、マジで、これ結構自信あるけど。ひよってんじゃないわよ。いやいや、これは。さっさと答えなさいよ。これ、ライブさんの声を聞かなあかん。これ。これね、これ、あ、残りのね、2、3個のパーツに全て絶対詰まってる。いや、待て、あの、プレッシャーエグい、プレッシャーエグい、プレッシャーエグい、それはプレッシャーエグい。
もうええわ、これで攻撃が強すぎる。うん、どうださあ、よし割れたね。どれどうだ、これ正解すると4点だね。それ本気で言ってる顔でしょ、これ平はこういう顔する。きたー、よーし。いや、シンプルか。そういうことな。おー、5点も入った。うわ、なんか全員外してるもんな。そう、これはね、ちゃんと分かってくれないとダメだからね。ね、平の場合はそうだよね。もう、分かってるって言っただろ。1人しか当てらんなかったから1点で。あ、そうか、ブルボンさん早押しブルボンさんもあるのか。そう、1番に答えたしね。これ分かってくれないとあかんのか。そう、早く行かないとね。あ、もうファンキーの思考全部読めます。ファンキーさん結構脳の中見えちゃっても、アーティスティックな一面あるからさ、うまいんだよね。あ、もう、いや、全部結構は。よしよし、なほね。うん、あー、なほね。これむずいな。てか、むずくない？なんかね、あの、似てるところがあるから、そこをどう外すかだよね。ね、あー、あるね、いっぱい。うん、ね、Y で裏返しもできるからね、うん、黒色に、うん、Y、 あ、困ってるな。いや、ごめんなさい、眉ではない、ごめんなさい、眉ではないから。いや、ごめん、好きな人で出て、あ、ごめん、好きな人できたんだ、眉してるな、これ、貴様は絶対許さんではないな、これ。そうだね、私も、私を怒ら、あ、怒らせましたね、眉か。いや、いやよか眉もあるぞ、これは。あ、いやよか眉はあるな、確かに。はあれ、なんだこれは。あ、ごめんなさいもあるな。いや、むずいな。ファンキー怒るときにこういう困る顔するかもしれない、もしかしたら。ファンキーの文化では。だ、あー、ちょっと怒ってる気もしたな。ちょっと怒ってるときに、これすげえ。こんな感じになるんだ。怒ってる気もしてきたな。これ怒るの？これ鼻の穴？ない、これ。これだ、分かった。これだ、これ多分これ。いや。いや、絶対違う。あ、急に花山香織が出てきた、これ。え、いや、これルフィじゃん。怒ってんじゃない？違うか、ルフィじゃん。ルフィだ、ルフィ。あ、怒ってんのか。怒りのマークじゃない？急に花山香織が。麦わら。ごめんなさいじゃねえな、これ。ごめん、好きな人できた顔でしょ、これ。あー、あはははは。いや、惜しかった。いや、いや、怒ってるっていうのはあってたな。これ難しい。いや、でも難しい、これは難しい。これ貴様絶対に許さんって、これ右頬の傷で切れてんの、これは。そうね、殴られてね。急に捨て頃が出てきたから、びっくりした。次、真央さん。ああ、俺か。ああ、真央さん頑張れ。いい感じのやつ。問題難しかったね、確かに。今確かに問題難しかったね。暑いな、これ。暑い。グラップラーバキの切られた時のセリフだよ。これ、これいけそうだな。これいけそうだ。この裏返しの。この。お？この裏返しの。あら。これ怖。アルカイックスマイルじゃん。は？え？え？なんでこれずれてんの？なんでこれ？マベコベ星人か？え？ん？え？この上唇と下唇がずれてるのか？そう、それが、うん、俺はなんかもうこれなんじゃないかでいくわ。ああ、なるほど。みんながどれ言ってるかわかんないんだ。これでしょ？あ、これだ。あ、そっちか。あ、あ、口。通常になっ口、おい、おい、口がなんで口整っちゃうんだよ。おい、先に整えろよ。おい、これみんなどこ行った、フェイクやめろよ。え、待って待って、あれ泣いてる、泣いてない、泣いてない、それ、血の涙が、あれ、え、なんで、なんで、なんで、これ、え、あ、え、お、え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 、これダメだな。これ何？まだまだ時間あるよ、まだ時間あるよ。答えて答えて。泣いてる。いやいや、どれ言ったんだろう。まあでも、まあでもこれか、え？え？いや、クーじゃない？ええ。
食うな気がする。嘘でしょ？嘘でしょ？嘘。いやー。初顔でしたどう見ても。いやいや口歪んでたやん。前半。あの熱いの要素出てくるのちょっと遅い。奥歯か。そうか。なるほど。うーっと。奥歯整っちゃった。騙されてる。これは奥歯。これは申し訳ない。これは奥歯ミスだわ。奥歯。あれ涙か。でも他の選択肢見えないもんね。出題者側は。あの見えるんですよ。すいません。あ見えんの？あれ？そうな。見えてます。すいません。あ確かに奥歯だって思った。あえむずそうなんやへえフルコンさん右から何番目うん右から7あいやダメ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 あ7 えこれ全部むずないうんすいませんこれ注文してないんですけど囲われた逃げ場がない力がみなぎってきたまさか閉じ込められた雲はいいよな。雲はいいよな。強キャラ感がすごいね。今忙しいから後にしてもらえるかな。うん、ああ、今二択だな。これは二択だよな。二択だな。二択だね。これなんかな。閉じ込められか忙し顔かどっちかだな。逃げ場がないか閉じ込められたじゃないのこの飛ぶ。いやこれだ。怒ってる怒ってる。これ。嘘だぜ。いやちょっとまた自分最後までちょっとじっくり見させてもらおうかなちょっと。どうせ外れたらポイントもらえないからね。早押しした方が得だわ。間違いない間違いない。いやでもね途中で気づいた時悲しいよ。そうね。さっきとかね。でも困った。ファンキー式ブチ切れ。これ。いや違う違う。あ違う違う違う言ったかんな。困ったな、ちびまる子ちゃんでよく見るやつだこれ。困ってんね。困ってるから。ミノゴロだとフォ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 っていうやつ。トホトホホトホホってやつだよねこれ。トホホ。いまだに二択じゃない。あじゃあでもすいません。ああすいませんがかこれ。げっそりしてるこれで。わかんない。あどうだ。いやまさか閉じ込められた顔もしてる正直。ね。どうだ。意外とこれ4つぐらいかぶりそうだな。あ、俺の違うわ。これ。てくれ。俺の違うなぁ。いや、そうなんすよそうなんすよまた閉じ顔だったむずい。そうか。いや、これはむずかったわ。むずかったわ。これむずいわ、確かに。むずいね。選択肢が全部むずい。困り系がそう、2つあるとすげえ困る。最後に文字と一緒に出されると確かにそんな顔してるってなるんやけど。なる、すげえなる。なるけどむずいな。あ、これでか。次がファイナルラウンド。最後。ファイナルラウンド。これみんな正解して。勝っちゃうよ。何気にさっき綱さんのチュートリアルの時うまかったからな。ね。うん。奥歯出ちゃったもん。口歪めないでね。口静着させてね。いやでもこれね、あのもし眠いを引いてたら激強。独特な味ですねとかもわけわからん。そうやな。諦めんなよ。いけるね。帰り道の顔ってさ、結構人によらない？うん。ああ。なんかこうなんかスンってしてたりとか困ってたりとか。そうそうそう。もう帰りたい顔。バリエーションあるもんな。ああ、入りたい眉じゃねえか、これ。なんだなんだ。やっちまった。うん。これ結構頑張ってもこれ頑張ってる方だと思う。まず眠いはね、もう眠いはもうあの逆眉か眉で終わるから。絶対奥歯に違和感感じてって。奥歯に違和感感じて、あでも砂沼さん。あんまり喋っちゃダメだよ。そう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 。行こう。これ奥歯だ。あ、俺これね、これ。俺これ。どうだ。これ。俺これ。いや、ちょっと待って、これ。あ、ごめんなよ、顔もあるぞ。これ絶対。いや、僕はここですね。まゆまゆだな、多分。確かにだ。もう帰りたい顔か、これ。いやー。あ、ヒントが来るぞ。いや、これはね。あ？いやー、これ俺のじゃねえか。え？あなんかあれあいやこれはね独特な顔をしているいや確かに独特だなでもまあでも顔に横線つけるのはよくあるパターンだからなおお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 おええ奥歯いやこれは独特な顔ですよ
いやでもね、奥歯だったら初手で置くと思う。くれやべえ強すぎる。チャンサメさんなんか京都ブチギレ方法の時なんかそんな顔するんだ。もう独特だからこう目を白黒させてね、これ不思議ですねっていう独特フェイスでしたよ今のはね。古子さんには伝わってる。うわ強くなっ、まあそういうことですね。強いよマジで。やばい顔色の、まあこれでいい、その顔色を伺って生きてきました。はい、まあこんな感じので一巡が終わるゲームで、どん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 点数確認なのにちゃんとペケマーク入れないといけないの、やだな、なんか敗北商人みたいでやだな、カードゲーム。いやーすげえ、10点はすごいな。てかみんな難しいな案外。いやでも、いやむずいむずい。何週間やるとね、みんな、あ、その技法があるんだ、技術が。パターンがね、あ、俺から。なるほどね。行きましょう。みんな困ってるんだよ、なんか基本的にね。なるほどな。あ、セガサメさんのあの顔面絡めてすごかったんだな、そうしたら。何の顔か。さあ、フルコンさん。やっぱ目目のサイズ変える。ああおっと、あら、あ、何それ、あら、え、どういうこと、新しい技法、新しい技法、同じ色を重ねていく、何、え、なんだなんだその口、いや、え、いやキュビズム、え、あー分かった、これじゃない、違う、それじゃないよ、こっちこっち、おいフルコンさんを舐めるな砂ザメ、あもう、あ眠くてよだれ垂れちゃうよってことかな、これ、溶けてる、あ、いや雷だ、それ雷だ、雷くせー、え顔が崩壊してる、顔が崩壊顔だから、多分雷か3日寝てないのどっちかなんだよ絶対。あ、寝てない顔か雷衝撃顔のどっちか。追加パーツ多いなこれ。あ、でも、 もう帰りたくてしょうがない顔にも見える、まあ、いやもう全部フェイント、さっきから全部フェイント。じゃあなんか顔の上に置けない場合なんか飛んでいっちゃうねんなこれ。あーなるほど。リボンじゃないよね。これ何？ピッコロさんが出てきちゃった。いや雷だ。あ、分かっちゃった。これ雷だ。雷だ。気が。雷くせ。やられた。それ髪の毛の表現早くやってほしかった。くそ。ビリビリ雷だ。髪の毛は後で思いついたから。ああ、ビリビリ雷だ。そうだね。これぐらい。そうだ。くそ。正解。そうなんすよね。いやでも正解者多いからね。ねえ、まあ、正解者が多いと俺も結構点数入る。ランダムアタックしてしまった。フルコンさんは美味しい、うん、ねえ撃たれた、ね、でもいい感じ、撃たれてねえからな。そうや、撃たれたような顔にはなって、雷顔だったらクソ。いいねいいね、いやし、ね、あでもすごいわ、ちゃんと当たってるね。だんだん慣れてくるからみんなね。あ、来た、キュビズムの人、印象派の人。キュビズムキュビズム、確かにファンキーさん結構芸術肌のキュビズムだな、確かに過去の経歴見ると。これなんだ、もう結構同じのん来るな。そうね、そん中でうまくやっていく感じなんだろうね多分。そうそうそう、おなんだ、お嬉しそう、平常、また白黒技法、あ違う、あ違うわ、あ今回は困ってないね、今回写実派や、あつくね、印象派じゃない、ピカソも本気出したら、ピカソも本気出したら普通の顔変えるよみたいな。すごいシンプル、絵文字みたい、iPhone でも俺これで好きな人できたんだ顔だったらファンキーさんのこと一生軽蔑するけど。怖いよな、うん、怖い怖い怖い、満腹さんやん。あれちょっと太ってる、これどういうこと、あれあれ、ただの満腹くんじゃないか、あこっちか、これ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 絶対これ。あ、そうかも。え鼻？ゴリ。あ、これでしょ。ダブ。俺どうせ最後やし、ギリギリまで考えるわ。ドヤ顔だ、ドヤ顔。ダブ。
え、ファンキーさんすべて覚えてるの？この顔してんの？あのドヤ顔だけどこう鼻息が荒くなる。そうね、鼻の穴が膨らんでる感じも感じるよな。鼻の穴がそのドヤ顔な感じで膨らんじゃったっ。いや、断ってるかもしんねんだよな。この興奮してる感じ。さあ。わかんねえ。これ何？でもなんか虚無顔っぽいんだよな。虚無顔の感じもあったね。知らない人知らない人知らない人。よし。おお、すげえ。やったー。あ、単独正解強い。わかんねえ。うんま。わかりてたわ。そういうことかー。知らない人が人しかいないときもうやる気もなくなるんだね。これ鼻ほじってない、鼻ほじってないこれ。あ、鼻ほじってるんか。そういうことか。うわ、平つえやる気がない感じ。やる気なくなるんだ、なんか嫌な人。マジかね、ファンキーくん。あれやな、最後の鼻毛何だったの、あれ。人格否定で着地するのおかしいでしょ。一生懸命コミュニケーションとか取らないタイプなんだ。やめてよ。一番左のやつひどいな。こいつの話なんか。やべ、なんだ。誰これ。あ、ラヒさんか。ラヒっすよ。あ、違う違う違う。記号作っちゃった。ちょっとしょぼんとしてそうな。もう似た。もうなんか。あ、なんか。そうか。あ、いや、三択ぐらいじゃない。これはこれはシンプルに。いや、これこれ、あ、遅れた遅れた遅れた、ちょっと遅れた。じゃあもう俺ゆっくり行こう。いや、そう、シンプルにそれでいい気がすんねんな。あ、ちょっと遅れた今もその。そうかな。いや、まだだぞこれ。え、こっから返信は残してないでしょ。そうだよ。あ、でも文字作っちゃいけないもんね。まあまあまあ、そうだね。やめとこやめとこ。いや、文字。文字っていうか、まあ、その、感情表現的なやつだったら、まあ、OK だけど。あっ、マジそれ。うん、うわ、ええやっ、わ、ちょっと老けたな。え、老けたということは、こっちじゃね。あー、そんな気もする。なんか、もう、高齢線ができたけど。5年喋られて、老けたんじゃないこれ。こいつのこの顔はしないね。匂いも違う。匂いは絶対鼻を作るはずだから、これですね。こいつの話しんだそうか。よし、こいつどうだろうか。これどうや顔でしょ。これこれは言っただろう。2択でしょ、さすがに。2択でよ。ウィーナイス。いや、不景表現いいですね、素晴らしい。ナイス、センキュー。行き過ぎた。いや、そうそう、ちょっとね、なんか飽きた感をちょっと出したのよ、おじいちゃん、おじいちゃんにしてね。ごめんなさい顔かとも思った、確かに。ちょっとね、これめっちゃ最初の方はごめんなさいになっちゃうね。危なかった。やっぱこれ待つの、あの、やっぱりあの欲を出してさっさと押してはいけないのだな。いや、ギャンブルだね、早く押すのは。これも当ててもらおう。いいやつ来い、いいやつ来い、わかりやすいやつ来い。全然ビビってねえし、得意そう。うまそう。うまそう。全然ビビってねえし、もう真央くんの表情やん。いや、でもちょっと優勝するためにはちょっと早押しをもうせざるを得ない状況に。あ、そうね。ここで5点ゲットしないと。ヒラフルコンはまあ慎重派でもいいけど、そうね。他のメンバーで、真央はできるだけ当ててもらう。え、何これ。お、なんだなんだ、これや、絶対これや。あ、いた。ああ、パンキーさんいった。もういった。確かに、やっぱパンキーさん神だわ。何これ。え、確かに。これでいくか。俺さすがにそうでしょ。おっさんあるな。あ、でも確かにそうやな。あ、これはわかりやすいかも。これはもう当てれば。いいですか。うまい。お上手。これそうだわ。お上手、お上手。素晴らしい。みんないけたな、これは。これはいけたでしょ。馬です。これはみんないけたでしょ。これ、魔王、まくるあるんじゃないの。いけいけいけ。あ、いいね、いいね。全問正解とね、それほど点数に差が開かないんじゃないか。まあ、早押しで2点。ね、いいね。これ馬です。
しいです。だから平がさらに、じゃあ真央が、そうか、真央ががっつり行くんか。真央ががっつり行くねん。4点が入って4点かな。そうだね、そうか。じゃあ勝ってる時外しにかかるのもあり。あ、でもそれもな、違うな。まあ負けちゃうからね。ねえ、そう、負けちゃうからな。だね、なるほどね。よしよし。あ、でもこれトップ取ろうと思ったらやっぱ早押しせなな。早押ししないとダメだね。ギャンブルしないとダメ、ね。私が行きましょう。最初にファンキー君の題は何だろうな。これ先手欲しいな。先手単独欲しいな。ああ、うん。でもさ、これ単独、先手取ってもプラス1やろ。じゃあ、もう単独ややこしい問題で、ヒラッチと違う答えで正解するしか勝てないんじゃないかな。あ、そうかも。うん、どうせそう、先に答えてもどうせプラス1やから差は埋まらない、同じだと。だから今2位の人と同じ選択肢を選ぶとほぼほぼ勝てるみたいな状態になっちゃってる。そうだね。うん、ちょっと待って、やべ、うん、あ、なんか強気な表情だな、これは。ああ、うわ、強気は結構あるからな。なんだ、そんなことだったのか、白亀さんか、すごいんだけど。あ、なあ、でも、わからん。あ、でも、でも、いや、これ、いや、ちょっと怪しくなってきたな。どうだ、どうだ。全部いける。まだ全部いける。うんうんうん。これもいこう。ああ。俺砂染さん信じて、もうちょっとパーツ欲しいな。砂染さんを信じて受け止めて。ちょっと待って、いや、これ以上、あと、いや、砂染さんはもうこれはこの顔はこれ顔でしょ。え、違うかな。残り10。いや、俺こっちで行く。あ、ちょっと待って、俺はこっちで行く。いや、もうこれで。うん、これでなら俺はこっちだね。俺はこっちかな。いやパンちゃん、それはないでしょ。それはないでしょ。でも勝ったらめっちゃでかい。うん、これ声1位いける。1位いける。同率1位。これ、うん、これ、いや、これあよし。ああ、そうか、そっちか。いや、これもう何すればいい。俺初手棒入るか。でもヒラッチも来てるから、ハムもヒラガチやね。プラス1点しか変わらないから。そうなんすよ。だからもう、あざっす。まあでも、まあまあ当てれたのよかったな。前回よりもみんな正解できるようになったね。そうね、分かってきた。楽しくなってきた。分かってきた。じゃあもう1ゲームやりましょう。どんどん行きましょう。おもろいね。おもろいやんけ。みんなこう表現パターンがどんどん豊富になっていくからね。そう。じゃあ真央さんから。あ、俺からか。はい。さて、これはもう単純に当ててもらった方がいいんだな、出題側は。そうだね、たくさんに当ててもらった方が。あ、これ独特だね。あー、あー、なるほど。ほう。これは。お、ニコニコ。お、ニコニコ来たね。お、え、あ、いや、え、これ、え、いや、それが、うわ、そうだよね。試してみよう。でも、こっちもあんねんな。ちょっと待って、まあ、もう、あ、なるほどね。え、これ二択なんだけど。二択やね。いや、でもワンチャン三択もある。いやー、でもこの顔はなー、もう解釈次第だな。いやー、解釈無事、これ無理だろ、ここから。いや、これしかないと思うけどなー。ちょっと待ってな。え、でも待ってー。あ、でもこれ、いやさすがに。これはね、そっち顔になった、今、どっちかというと。どうやって、こっからの二択、どうやって表現すればいいんだ。いやー、これね、ごまかしの微笑みの可能性もあるから怖いな。いやー、これむずいな。表現むず。いや、これしかないと思うけどな。もうこれは違う。それは違う。あ、であればやっぱこっちかな。うん、それが違うんであればこっちやわ。まあ、こうか。はい、いけいけ。うん、すごい、すごいエイムアシストで、お、単独いった。
単独で、単独出ちゃった。そっか、単独で高得点を狙うのも言っちゃいいのか、うん、どうせ1点しかもらえないんだったら。ちょっと待って、うんうん、よし、まあそうやな、そう、口でかくんやとよく寝たの方になるってことかなっていう。そうそうそうね、そうよね、小顔になったからのね、あくびね、そう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 、だから小顔で出しときゃよかったな。いいね、でまあこうなるかな。いいね、でもいいんじゃないですか。よし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 、よしよしよし、まずはね、まずは安定して、まあ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 、あ、じゃあ印象派のファンキーさんお願いします。いきましょう。はい。うん。ああ、なるほどね。ちょっとならばれへんか。むずいの多いな。ちょっとならばれへんか。ファンキーさん、いなりが入ってないですが。いなりが食べたかったの。バレてるバレてる。食べたかったの。いなりが食べたいから注文したの。おう。いや、ニコニコやな。みな、ニコニコしてるね。なこれ違うな。あ、いやでも、あ、でもこれ稲荷、稲荷の、え、稲荷顔だな。うん、え、キュビズム？ちょっとだけなら。あ、くん、俺これ行く。いやー、あ、行くかー。そんな、この、行けばよかった今。ファンキー検定2級。これいたずら表情よ絶対。いやでもファンキーさんは後で凶悪なものを突っ込んでくるから。え、何これ、え、何それ、何その、え、何それ、モノクル、いや、これだと思うな俺は。マオ、モノクル、マオやめろ。あれ2個あるからモノクルじゃねえんだよ。ダブルモノクル。あー、こっちだ。うん、それやと思うねんな、こっちだ。あー、うん、あれ何、口にえのき生え始めてきた。矢印が生えてるけど、あ、えのきえのき、ちょっと、うん、あ、あ、違う、あれ口からはみ出てる稲荷だ多分あれ。何だ稲荷って。何稲荷。これ多分そうじゃない。稲荷が入ってへんや、やめろ。稲荷表現やめろ。確かに、あ、お口に大きい稲荷ついちゃったらやめろ。うん、いやもう、まあ、そういうやつか。つまみ食いがちょっと口から出ちゃってるっていう。もうめたいね。稲荷はもう。いやー、頼む、来てくれ。来て、はい、いいっすね。よし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 。さすがにこれは、でもフルコンさんのギャンブルプレイ強かったな。最初 P もらいました。では、いけなかったな。うん、ファンキーの気持ちが分かる。すいません、あの丸なんすかこれ、ファンキーさん上の丸。うわ、汗汗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 、なるほどね。汗の水玉 たまるの重力と逆らってないですか。そうね、全部こめかみに溜まってもうたみたいな。ああ、さすがさん、さすがさん、なんか簡単なやつがいいな。台が、うん、お、ライゼンがある。ああ、お、腹減った、腹減ったなぁ。親父の最後の言葉が懐かしい。腹減ったなぁ。どうやったらつくんだったら袋につけ。腹減ったな。あらあらあら、怒ってるね、怒ってる、ライゼンの顔だ。いや、怒っ掘りあっさ、え、これ、いや、でも今日こそ行ってやる顔してんな。今日こそ行ってやる顔もしてるけど、ただじゃおかねえ顔もにも見える。ただじゃおかない顔もしてるわ。うん、両方だな。でも今日こそ行ってやるって思わなそうだもんな。一緒に言わないでそのまま関係性をなくしてどっかに行きそう。はい、おい、おい、もう、あ、鼻の穴でかい。これは興奮してますね、相当。憤慨してるね。今日こそただじゃ、今日こそ言うのもただじゃ置かないでもいい、ね。これ右と左マジで一緒やからな。一緒なんだよな。うん。お前な、これ勘やなこれ。ああ、遅かった。じゃあ俺こっち行く。じゃあ。いや絶対。あ、これは言ってる言ってる。これ言ってる言ってる。あ、言っちゃってるから違うかもしれん。言ってるよ。言っちゃってる言ってる。置かない。ただじゃおかれっつってる。今日こそ行ってやるって言ってる、これは。
いやわからんな。どうだ。耳こいかも。いやでも砂爪さん腹減った時乱暴者になるからこの顔するかもしれん。腹減った。いやもう区別がつくあんなこれ。いやこれはむずいよ。いやでも今度って言ったらただじゃ。よっしゃいやこれは変わんないしもう。これはもう運だよ。仕方ない。これは二択や正直。いや、やる顔じゃないと思ったけどな。いやもう口を大きく開けて、後から似たような選択肢あんなと思って気がついて。やばー。強いわ。ここら辺からギャンブル出ないとな。こっから。そうだね、ギャンブルプレイ。後半のお前になるとギャンブルプレイヤーにあの正解が散らされる可能性もあるから。外されるからな。そうね。フリーザおる。どうしようか。私を怒らせます。ライゼンもいるよ。ライゼンもいるよ。ライゼンもいるしね。ドリンなんか彼女の彼女のジャンプを購読してる人じゃん。でもチーノ君もおるからな。あーどうしようかな。こうかな。うわわからん。あわかんない。うわどっちだわかんない。これは全然多い。じゃあどれや。いやひらギャンブルで。ギャンブルですね。ギャンブルだよ。これは勝てないからね。なさめさんそれは違うわ。でもなさめさんそれは違うわ。いやこういや。いやこれ普通にギャンブルやな。なんかね、だってこれ大体それ系統の顔が4つぐらいあるんだよな。もう、困る、これ以上な。選択肢が。ちょっともう怒ってもないし。やばる。これ以上どうしようもないねんな結構。フリーザー以外が分かる分かる。そこをなんとかって言いながら見たらそこをなんとか顔してるわ。あじゃあ一生のお願いってみんな思いながら見たら一生のお願い顔してるよこれ大丈夫。誰か助けて。確かに一生のお願い顔もしてるわ本当だ。お父さん助けて。いやこれちょうだい。無理だこれ。今しか間違えたぐらいだとこの顔はできない。でも助けて顔だったらこれぐらいでいいからもっと深みのある表現しようということは。いや違うのか？いや違うね。砂糖と塩じゃない。誰か助けて。ストローが違う。ストローがある。わ体生えたもんついに。いやでもこれでもな。ああオーディションだ。いやでもね。いや。どっちにしろやん。どっちにしろ。いや。そこなんとか。祈りの。ここなんとか。ここなんとか。いやでもね。祈りの手だ。いやでもねこの手は結局一生のお願いにもなっちゃうからもう無理よこれは。一生のお願いとそこなんとかは一緒だよ。一緒だよ。一緒ないよ。無理よこれは。一緒だよ。あのね、やばい区別できん砂糖と塩瓶っぽいあの口を悩んでやめたところでそれじゃないという判断をしたんだけどそう、ね、いや勝てなくなっちゃったけどいや今のはもう塩と岩ぐらいあったわさあが無理無理それでいいとシンプルイズベストみたいなおなんかがほぼなかったなあでもそうややこしいのがないんじゃないかな、うんうん、あ眠いと寝ようはまあこれ単独正解したいなうん。ああ。お願い、お願い顔に見えんな、これ。いや、まだ、その、うん。あ、何それ、すごい、漫画表現。下が。あ、あ、顔になってる。あ、へってなったっけ。あ、へ。なんか、白と黒でいけるんだ。そうだよね。多分、そうでしょう。あ、でも、急ぐ必要なかった、俺。なんか、釣られていっちゃった。あすごいそれを鼻に使うんだへえあといやでもねこれは同時正解だとフルコンさんに勝てないんだよなあ確かにね初手打ちだから初手打ちだからこれは置いといていいこれはまず顔だな真央さんファンキーさんは単独正解だと5点なん、うん、ある5点か、うん、で、うん、一応逆転はできるむずいねこれあむずいんかいやでもねこれ多分ね多分これね可愛いじゃないわそしたらそうやねんな違うな違うなだって可愛いだったらあとニコニコして終わりだもんおあへ単独正解だの目が出てきたかいやもうこれが一番いいこれがうん
いやそれじゃなくない？いや俺ファンちゃんだ気する。ファンちゃん行った気する。ああそういうことか。諦め顔。そう。いややっぱり行かれたー。そう行かれた気した今のは。諦めがまくられたー。うわー。の最後のあの白よだれで。そうよだれでね。でも眠いになっちゃうんだよな。いや畜生。眠いなんだよな、よだれ出すともう。いやわかるよ。いやナイスマンキーでもこれはナイスマンキー。ナイスマンキー。いいまくりやったわ。キラ検定1級合格だわ。いやおもろいな。ベロかと思ったな今のやつ。面白い。じゃあ真央さん OK を。悔しい。うん、いやでも新しいあんなベロの表現がベロじゃねえよだれの表現が、うん、じゃあまず私からいきましょう。制作者砂ザメ、はい、おっせ砂ザメ制作委員会頑張れ。すげえ夕日、おお、あれにひざまずけ、おお、あうざ、2時間も遅刻してすみません。ああいつもの砂ザメさんじゃん、企画の時2時間。いやそんなことないよ。こんだけ根強く参加者にコチャまで送ってリマインドですリマインドです今日はここのサーバー20分前に来てくれれば大丈夫毎回ねちゃんとねもう入ってるっていうのにしっかりしてる本当。いやわからん。あ、いや俺もこれでいく。ちょっと初手でね稼ぎに行く。初手で稼ぎに行こう。俺は表情はパワーあるよ。ひざまずけ顔ではないと思うんだけどな。ないと思うけどな。いやこれはパワーあるよ。パワー近く感じるよ。面ではないが、砂上さんが裏で言ってる感じがするよ、すごい、うん、夕日が綺麗な時砂上さんは笑わないからな。あ白い歯は見せないって言うてるからな。泣くよね、うん、涙だ。あやべえけどバリエーションがなくな。いやでもな、砂さん2時間遅刻した時こんな顔な気すんねんな。あもう開き直ってる、ね、開き直ってる、うん、鼻か鼻開いたな。パワーよパワー。ああよく寝た時砂ザメさんの鼻あんなに、そう瞳孔みたいに開いてるよ鼻。よく寝た時鼻開がってた気すんな。あーでも呼吸大事だもんね、うん、うん、えこれもしかして2時間遅刻し謝ってるかもしかして砂ザメ。え何これ。いやパワーあるなこれ。あーなんーなんかちょっとやめた。最後打足のもんつけちゃったかもしれない。もうどうなんだろう。でもわからん多分。いやこんよく寝たな。いやー行かれたな。どうだ。おいついてくんなよ。いやよく寝た顔でいいなこれ。よく寝たでしょうさすがに。よく寝た。よし。嘘やん。うわ平行かれた。マジか。もう膝はもうこのまんまだよまんま。これ単独正解したら割と勝てなくなるよね。うん。強すぎる。飛び出るからな。マジか。5点。この両側のこの耳当て何これ。カイジが耳取られた時に。もみあげ。なんか強キャラはもみあげが長いっていうイメージが。何それ。それもう砂ザメだけよその偏見。もみあげ長い強キャラ俺具体的に浮かばへんもん別に。いやなんか嘘食いとかにいそうだなと思ってさあさあさあ、いいじゃないですか、1個くださいよ。すいません、結構今回難しくないか。これむずい。これは今回選択肢むずいぞ。ただ単独正解を狙えるチャンスではある。うんうん、これむずすぎワロタ。ねえ、あこうかな。選択肢むずっ。おあっ、いやこれこれまだまだ分からへんで、これ。うん、あこれいけるだろう。そうこれかな。いやこれでしょ。あでもあ二択だ。あマジ二択だわ確かに。あ俺の中でもう二択だね。二択やな。いやもうこれど
こっちの卓で会ってくれ。いや、俺の顔を想像しながら、あ、え、待って、いやでもこっちやろな。うん、うん、そっちか。なんだこれは、キノピオの鼻か。みんなやったか、もうみんな出したのか。あ、これ出してると当てる人かになってるのか。じゃあ、うん、もうあとは祈るよ、みんなの、うん、いや、そう、わしもこっちな気するわ。マジで、なんでそっちな。こっち、いや、鼻でさ、うん、嘘ついて伸びてる鼻なんじゃないの。よし、よし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 。わー、ねえ。よし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 。ナイス。よし。やばい、こっから全部、まあ、とりあえずね、単独正解狙っていこう、もう。いいいい、これはでかい。いや、単独正解戦闘でも勝たれへんな、これはな。いや、強い。頼まな、これ。二点か。いや、平っちが強いからな。平っちが全部5点狙っていくと思う。ここで俺は正解してもらわんと困る。作る人。はあ、笑ってる。おお、なるほどね。あ、でもこれはまあ、ん？なんだこれ、ネガティブだな。違う、これじゃない、これじゃない。これだ。なるほど。ね、それ。いや、なるほど。なるほど。そういうあれも出てくるのか。そういう、そうか、もうそういう周期か、もう。そういう周期も来てるね、このゲームが。終わり。なるほど。終わっちゃえ。はい。そういう周期だ。うん、なるほどね。これは、もう、ね、これは。さすがにこれでしょ。これはね、これはね、もうね、周期来ちゃったからね。これは高いよ。仕方ないよね。型的にはめちゃくちゃうまい。ただ型的にはあの鼻ほじらずだね、これは。そうね。鼻はほじらないタイプだね。いらない人しかいないがを鼻ほじらない人はいいね。まあいいんじゃないですか。どれ。確かに知らない人しかいないかもしれない。かもしれない。横に書かれると合ってるよな。うん、わかる。すごい。オッケーオッケー。よし、いいぞ。さあ、こっから単独2連続でいこう。単独一発でまくれる。私でした。ラーヒーが出してるタイミングで単独正解するとクソでかい。そう、うん、と、これはうーん、あ、でもそこそこむずそうやな。間違えたとしてないんですけど。なるほどね。これが困りそうなやつが多いな。神に与えられた試練と、うん、まず眉毛が困っ、あー、困ってるやつだ。困ってるの多いな。困ってるの2個3個あるな。え、あ、あー、いや、それや。でもそれだ、うん、それだ。違う、それ以外ねえ。それ以外ねえ。いや、でも、いや、違うね。いや、それしか、いや、それしかねえ。これはそれしかねえ。あれ、全員答えた？いや、まだ。まだやけどね、これはそれしかねえわ、多分。あ、まあ、そうだな、まあ、そう。いや、でも、もう単独狙うんで、これです。うん。いや、あるあるある。あるな。あるある。あるな。ある、絶対あるあるある。多いんだけど、みんなの回答。あるあるある、絶対ある。あるな。ほんまやな。眉毛でちょっとある。え？いや、あの、無駄に羽、鼻の穴つけてるだけよ。うん。え？違うな。あとはどうしようかな。これでも、これ砂染さん似てんだろ。 あるわ、砂さんでしょ。 ある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 。ちょっと、あ、いや、でもあった。答えてるよね。ついてこないで。いや、どうやろ。え、どうかな。ついてこないで。ついてこないで、おもろいな。あー、ちょっと単独。増えれば増えるほど、俺は。これはやらせないよ、さすがに。ここまで置いたんだったらさ。あー、そうやんな。うわー、くそー。ファンキーさんのその気持ちで、キャノン目をしていたもん。キャノン目はもう、キャノン目やったわ。キャノン目は早まったー。いやー、うまいわ、これ。イケボーナスがね、いいゲーム性を出してる。うわー、まくられる。でもギリギリ5点だから。残り1狙えるな、まだ。
よし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 。勝率1。アンキーさんと。最後にラスボス来たな。さあ今回は何派で来るか。うわあ。ラジッツ派かキュビズムで来るか。印象派。ファンキーさんって意外と感情出すふりしてあんまり感情ないからな。ねえ、ザ・ロボットだもんね。ファッション感情だからね。ファッション感情しか出さないから。おお。これボンボルトじゃん。マジで。ここでキュビズム来たな。待って待って、やばいの来た、やばいの来た。映像が。モーターファームの映像来たね。うん。スエキスエゾーじゃん。やばい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 。やばいって。やばい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 。怖い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 。感情ないとか言ってたからちょっと。いじってごめんいじってごめん。キャラあるぞっていうふりしてんだよね。ごめんね。怖い怖い怖い。ええ？いや完全に抽象画やこれ。横から見るタイプかもしれんぞ。うん。えでもこれ。ビッグユーチューブ曲げてさ。ええ？ええ？いや怖。怖い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 。真上から見てる。真上から見て。真上から見てるだろう。俺一瞬アンパンマンに見えたからおっと思ったけど全然違うじゃん。甲冑騎士じゃん。いや俺には必ず意味がある。だってファンキーさんだってこれでマジで立ちふざけやって本当に意味のないおふざけやってたら全視聴者から変な感じになるんだよ。そんなファンキーさんがそんなことするわけないよね。これです。つまりこれです。キュビズム。キュビズムつまり。え、な、え、そこで？これかなもう。ああでもすごいなんか顔。え？これどうだ。あ違いそう。やった誰も単独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 。ふざけんな。ふざけんな。お前怖い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 。ふざけんな。ゲーム捨ててるって。いずれは自分、いずれは自分が超えてほしいやつを負けたっていう顔すんだ。これ何一応解説解説お願いしますこれちょっと。解説をこれはちょっとさすがに。負けた時の顔じゃないですか。じゃない、じゃそんな顔のファンキー見たことないわ。目になるか。あなた目が一個つぶれるのちょっとまず。いや僕単眼になりますからね。見たことねえわ。おいすげえわ。なんでビーム出す時のシンゴジラみたいになってるじゃん。いやでもキュビズム出たね今回は。しかも全員単独指名やって全員外すのすごかった。うん。いや。いきなりか。いきなり最初はいっぱい正解してもらった方がいいよね。でもそうね。うん。出すときは正解してもらう方がメリットは絶対ある。うん。結局一番点数高いからね。ちゃんとしなきゃ。いやーこれ難しいね。そうでも後半になるとみんなギャンブル出始めるから結構ね作る側が高得点得られづらくなるんだよね。そこも面白くはなってくるから。そう。ね。うん？あ？いやこれは。あーでもなー何個かあるなー。いや結局ちゃんと見るのが強い。そうなんよね。ここな気もするけどまだわからんねんなー。あそれはあーくせだ。あこれだ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 。あーそうですね、それだわ。シェイシェイやめろ。当ててしまってシェイシェイやめろ。いやまだみんなもう答えた？いやファンキーさんがまだ。オッケーオッケー。ファンキーさんが。うん、でもまあ俺これかな一応表現的には。じゃあそうなのかな。これはそうでしょう。どうだ？いやワンちゃん耳当ての寒いあるぞ。ああ、いや、いや、でも、それをやらないな。まあ、そうやんな。よし、いや、これ、すなさん、反応早かった。でも、そっか、いや、でも、ふうが、ひらくんが一番多い。そう、これ、四、五点になる。ナイス、ナイス。かな。まあ、全員当てる。まあ、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 まあ。まあ、まあ、まあ。
一応スワさんが2番目だからね今ね、うんうん、2点手に入るっていう、うん、で4点か開く、あ4点か、そうそうそう、俺は4点、うん、でかいので次か、うん、結構10点ぐらいが優勝ラインだからね、なんだか、うん、なるほど、結構難しそう、これは、うん、これむずいの、安らかにがあの誰かに言ってるから別に安らか顔じゃないんだよ、そうそうそう、あただ笑ってはないよな安らかは、うん、確かに、あ違う、今のフェイント何、フェイント、えいや フェイント、やばい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 、これ多分俺のギャンブル対策だわポジティブ顔だったら俺ポジティブ選ぶからな、癖で、やばいぞこれ、おおお、あー分かる分かる、すっごい分かる、すっごい分かる、最初に眉、ま、あとは眉毛、眉毛が困り顔だったらおしまいですかもし、あれあれやめて、あえ、あ、いやでも、うん、いやでもね、私はいいって言ってるよ、しよ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 し、俺も行こう、俺乗っちゃおうかな、俺も、いや待って、でもワンチャンあるぞこれ、全然ワンチャンある、まだある、これもうあのそっち先手取られてるんだったら見ていい、これは、そうだね、最初の一人がね出たらね、うん、あいやでもね、それもさあるよ、いやこれ分からん、でも違う選択肢のトップ取ればまだ早押しの概念はあるので、うん、あるね、そうそうそう、おっ、いやもうええかな、クラウンみたいな花かな、あでもいい表情だと思う、うん、もういいんじゃないかなこれで、うん、なんかいじりようがないな、にこれか、うん、こっち、うーん、マジギャンブル、これは ね全然ある、よし行け、いやまああるもう二択だと思う正直、全然あるこっちは、素直に行った方がいいんじゃない、どうだいどうだい、さあどうだい、ちょっとお願い、うまかったですね。よし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 。うまかったようだね。明らかんだよな。うん。そうだなそうだな。これね、貝争いが埋まらないな。でも二択では確かにあったな。オッケー。よし、これで。いやー、砂さん強いな。今ギャンブルを当てたらでかかったんだよな。まあ、ほぼ一発ギャンブル当てればほぼ勝てるからな。うん。うん、まだ。さて、お題は。うん、うわあ。むずいね。この反応をヒントに。ほう。ほう。うんうんうん、ほう困り、おおおお、結構低いな、低いちゃうの、うん、多分三択になった気はするけど、ちょっとあの、ああ、おえ、覚悟決まってんな、いやー、うん、あーそうだな、これ待った方がいいな、うん、ほう、うん、え、うん、あ、うまそう、あはははははは、あー、そう、ちょっと間に合った、これだろこれかーもう、でででででで、なだれなだれ、別にマオくんもったいぶるところじゃなかったじゃん、それ全部ねえ、いやいやいやー、前にテク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 って今テテ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 で笑ってしまった、今駅のホームになだれ込んだよみんな、これしかないなー、そうやなー、要さ、あの出す側だとさ、あのお題があってさ、うんうん、別のお題と被ってないかな顔で探してやった、はいはい、ああ、はいはいはい、それがめっちゃ強い、うん、いやーこれな、素晴らしい、これは取られないだろうな、シンプルでいいね、うん、反射で押してしまった、まあしゃあない、うん、よしよしよし、あー、まあまあまあ、強いな、今回結構平らだね、ゴーファンちゃん、オッケー、楽しいな、
さーてと。はい。指をポキポキ鳴らしてるね、今も。一番怖い時間だからな。ただ今回ファンキーさんあの点数競ってるんで遊ばないと思います。点数の金で。ほう。なるほど、面白い。え、マジ？面白い。ああ。あ、面白い。すごい。あ、そっちな。あ、いや、ある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 。二択でしょ、もうこんなん。え？ん？え、それ？え、マジで？一層取られた。これはドだね、怒りだ。これはドだよ。そっちの。あ、なるほど。これはちぎれですわ。これ目が悪いわ、確かに。これファンキーのイラストっぽくなったな、急に。ね、本当だ。怒った少佐やこれ。そうそうそう。俺あれもなんでちょって言ってんの、一生許してないからね。なんでちょっと太ってんのこれ。だから。こうやって俺の好きなキャラクターと呼ばれ方一緒だな。草薙元子。ファンキーさんもう全員終わってます。うん。完成で OK です。完成で OK です。あ、いやでももっとディテール細かくしたいならね。うん。いいよいいよ。いやいいです。でもなんかじゃあ、え、なんで違うねこれ。そうそう。なんかみんな不正解。みんな不正解お願い、みんな不正解。うまそうではないけど、なんだそんなこと。それはある。みんな不正解でお願い。お願い。手がね、手がついたのね。そう、手が。みんな不正解でお願い。諦めんなよもあるなこれ。お願いお願い、みんな不正解。あのね、怒り目がね、嘘だ。マジか。マジか。ダメだ。諦めんなよか。マジか。怒ってるやんこれ。まあまあまあ諦めんなよも怒ってるもんな。諦めんなよ。まあこの文字と一緒になると確かに諦めない。だでもこれ文字と一緒になると大体いけんのよ。全員外したから今回何もなかったことになる。ね、これはいやあとはこれはひなくんが外して他の人が当ててくれるっていうパターンね。だから俺が出しそうの時にフェイントかけるのは大いにありだね。秒数内で。そうだね。あーマジか。何なの顔なのか当てよう。どうしようかな今回は。それ縦に使うのでもすごいと思った。天才の発想だわ。あれはすごいわ。あれファンキーイラストで確かによくある感じ。確かに。確かに。ファンキズムとしては。ファンキズム。ファンキズムいいな。基本の技法やったん忘れてたわ。ファンキズム。YouTube。YouTube、うん、驚いてらっしゃる。うん、なんで白なんだこれ。いや多分意味ない砂溜さん、そういうとこ。砂溜専門家真央さんが言っています。俺これできます。もういや違う違う、それは絶対違う。これいや絶対とは言えないな。あるかも、フルコンさん。ごめん、フルコンさん、それあるかも。そう。それあるわ。ちょっとね、そう、閉じ込め、そう、あの、平野もあるかなと思って。いや、でもね、なんだ、そんなことだったのかも、結局、ニュアンスによってはさ、こういう感じの顔になるもんね。あ、ちょっとちゃう気してきたな。さあ、全員、ギャンブル、ギャンブル。あ、やばい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 。え、どんな感じだったの、結果は。いや、俺まだやってない。ね。じゃあもうこれでいこう。お、どうだ。いやー違うかこれ。いやこれ白は温度を示してそうなんだよな。マジ。あでもこれで逆転された。マジかー。素晴らしい。マジで嬉しい。これは粘ってよかった。そんな気がした、そんな気がした。セスラザメギャンブルに勝って真央くん1位。やられたなナイス。これは嬉しい。ないゲーム。俺
これはいいよ。これはナイス逆転だな。素晴らしい。嬉しい。いや、やられたな。やるね。やめてくださいよそんなの。次は行くわ。いやー悔しい。ちょっと今の負けた。ああ序盤調子良かったんだけどなもう。うんこれちなみにあのこれひらくんのアイコンってこれもともとデフォルトで用意されてたやつなのこれこのゲームに、うん、お尻だよお尻やんね、まあ、ディスコードっぽいけど、うん、でもひらっぽいよねそもそも確かにすごいさあひらのひらお尻はどのようなお尻が完成するのかいやこれまた難しいあ稲荷かな多分もしかしたら多分でかっ。あ、ピエンだ。ピエン来た。ピエンピエン。ピエンは。あ、ピエン。ピエンつまり。いやこの後ピが。もうまだわからんねんなこれ。美しそう。ピエンからねこの眉で決まるからな。確かに。あ、口も。口もなんかこれ。怖い。あ？嬉しそう。まあ、まあ、なるわけど。あ、でもそっちやったらこっちか。いや、わからん。これは今、せん、いや、ぶっ放すには早いわ。無理だ。いや、これやろ。こっちか。いや、むずいなぁ。こっちこっちこっち。キラ。いやぁ。キラのメ、キラのメッサージュ受け取りました。メッサージュ、okay、メッサージュメッサージュそっちかな、まだ時間あるからもうちょっと遊ぼっかなうんよしもっとディティール細かくね違うかないやこれ泣きかすあいやでも鼻もつけとこっかもうわかんねえよいやいやこれでしょ多分いやバレ、バレないもある気がすんねんいやいやいやこうしてくれちょっとならバレないかなすっげえあるこれだろいや素直に言ったなうわマジかあ、ちょっとならバレないか。そのリアバレないのどうだったか。そうなんや。ちょっとごめんね、これはダメだったか。そうなんか。何もバレなかった。何もバレなかった俺の絵。逃げ場がねえ。でもいっぱい素材を使ったね。うん、確かに逃げ場ない顔でもあるわ。逃げ場ない顔やったかこれ。マオくん受け取ってくれなかったー。無事かったわ今のお題が来た。うん、逃げ場あ自分か。逃げ場顔か。マスターさんお願いしますよ。当ててもらいますよ皆さんに。はい。鑑定士。はいはいはい。これは、はいはい。スナザメさんはねちょっと決定的なところを最初に書かない派があるから、うん、ちょっと待った方がいい。おこれはどうかな。怒った。ああの時の過去を思い出せない。ちょっと好き。あピエンした。じゃいや待って待って待って、これ早まるな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 。これ早まった。早まるな早まるな。これ一回ミスったやつやからな。もうダメだぞ。早まった。お付けよ。いや行ったな。いやこれはもう行ったね。いや俺は行かないね。砂ざめさんはね安定を取る男なんで。うん、いやもうこれはそうだろ。よし。嘘。やめろ待つよ。すげえ。ラヒー結構ギャンブルプレイだな。いやもうギャンブルギャンブルギャンブルが一番楽しいから。それギャンブルだな。俺はこれだと思うよ。砂ザメ力高い。ああもうこれは言ったでしょ。うん、え？あ違うかも。え？いやでもこのタイプ。え？おおおお。あれでもな余計なことしちゃった。だってあれちょっとよだれが垂れた今ちょっとごめん。ねこれで。なんでそんなことを写実的にもっとあの顔の方のディティール上げてくれ。来ちゃったわ。くそいやー行かれたなこれは。よしよしよし、これは良かった。行かれたわ、これは行かれたわ。最後でこれ思いついた。そうだそうだそうだ、これが砂ザメ9球目はこれでしょう。もうこれだな。これ違かったら面白いんだよな。残念ながら
これはもう行かれてしまいました。残念ながら。これは行ったよ。よし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 。まあ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 。でもまだまだ。赤丸ほっぺはね。うしゃな。赤丸ほっぺ可愛いね、確かに。そう、最後赤丸いいね。そう、ポジティブなのは強いね、これね。赤丸。そうだね。ポッってなったらね、ポジティブしか。ポジティブ縛りになるかな。いや、いいね。オッケー。オッケー。いや、みんなトントンじゃないですか。視線がうまいぜ。さて次はラウンド2。ほい。ルコンさん。なるほど。さあ、フルコンさんは何もなるほどの要素がなかったな。お題すら出てないのに。ああ、これも抽象画でいこうかな今回。なんやって。抽象画でいくだって。パンクみたいなのはやばいって。単眼になるじゃんかって言われて、もうおかしいわ、もうおかしいおかしいおかしい。ああそうだよね、多分そうだよね。いやわかる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 んだけど。絶対早い。いやでもそう、それ選びたかったけどね、ちょっと剣に回っちゃったな今。いやこれはもう攻め、あでも違うかもしれない。絶対これでしょ。ああなるほど。みんな焦りすぎだよ。いや得点ボーナスにみんなあの1点が、ああああ、あいやよかった、うわよかった。バンギーさん、バンギーさんありがとうございます。バンギーさんありがとうございます。バンギーさん、まあこれやな。まあ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 、これはね、俺はあの間を振る、これは勝ちました、これは勝ちました。唇ずれマウフルコンラインを見てしまったからね、ええ、俺は。これはもうありましたからね。完成です。はい。いやでもこれすごいわ。シーハーシーハーしてるわ。ね、なるほど。完成品ですこちらは。はい。よし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 。素晴らしい。いやー素晴らしい。いやこれは素晴らしい。前科もあったからな。いいねー。オーケー。オーケー。三名正解。いいです。あこれ俺めちゃくちゃ美味しいぞポイント。もういいね。あーでも古子さんも結構そうか3点か、これそう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 3いくから、うん、いいこれは結構平らになるね、またシェーン、わーですよ、うん、これ2ラウンド、ここで一発ギャンブル当てられるとな、だいぶでかいんだけどな。ちゃんと作るからギャンブルやめて、みんな堅実に当てようよね、うん、ね、いやよし、じゃあさっさと分かるようにしよう。あーああ、なるほど。ああ、ああ、オッケー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 。お？はい。あ、負けたわ。ああ、そういうことか。え、本当に？ああ、そういう、でも本当に？はい、これです。ああ、いや、これでしょう。いやそうやろうな。なのね。まあ。さすがに。ああまあそうだろうな。そうなんだけどな。いやいやいや。そうなんだけどな。え、わかんないんですか砂さん。もう砂溜め専門家のマオ君。いやーこれやな。くそ、ワンちゃん涙であれ。そうだ。いやそうすると祈り堂々数。そうなるとでも4点を。オーケー、でもみんなはどうしても得点取りたいもんな、みんなな。1ポイントがでかいからな。そう、涙であれ届かず。残念。これは強いムーブだね。ねえ。もうあの全員が正解欲しくてしょうがないように、あの一番キーポイント出した。いやこれは無理だ。わざと外すのありだな。ああやばいやばい、ひどいけど。こういう時にねガッと行かれてまうからな。いやー厳しい。そう、いやでも5点だからまだ逆転は単独、そうね、単独正解しかないな、もう単独正解か、うん、さあじゃあファンキーさん単独正解狙えるよ、ここはもうキュビズムでお願いします。ファンキーさん、ファンキーズム出してください。4点の今 無敵の人とかしてるファンキーさん。まずい。そうだよ、ファン君何でも書ける、今全てが自由だよ。自由なキャンバスに描いてください。ファン君の表現したいものを見せてくれ。また出た。
今までにない使い方きた。みたいな目だな、これ。ひそかみたいな。ここに来た新しい使い方来たな。いや、いいね、いいね。本来口に当たる部分をね。これあれじゃん、あのエロ画像と思って開いたらブラクラだった時の怖い人のやつじゃん。こんなやったっけ。見たら死ぬやつね。生首のやつ。暗記ズム。暗記ズムやばい。あ、でもあそれね、あのファンキーさんのまともなとこ出ちゃったね。出ちゃってるわこれ。ちょついてくんなよ。いや冷静に考えてみんな本当にそうかな。いやそう、全然。待ってファンキーさんがああいう表情するとき、ほらほらほら、なんかおかしくない？いや野球選手がつけるあの目の下のあれだったら俺はちょっと引いちゃうわ。でちょっとぐらいならバレないかな。それ白いの、あ何そのまともバレしたからごまかそうとしてる今。いや、これだ、これじゃない、またまた来るのか、また来るのか、あれ、あでも違う、どっちが、なんそれ、ファンキズム爆発だ、なんそれ、でも嫌な予感だ、出ちゃうファンキズム、ファンキズム来ちゃった、あ違うんだ、クマ、絶対クマじゃん、絶対クマがいたやろ。なんでニコッとしたの？クマ書くなよ。いやいやいや、おかしいやろ。ミスリードするなよ。いやおかしいおかしいやろ。嫌な予感で顔はツヤツヤしないのよ。まとまと買いますやん。誰も開けてくれねえ。いや無理だよ。ミスリードまでされたら無理やよ。ファンズムの中にもそのある程度のその回答できるヒントがないと。お、ラスト回答いいね。じゃあラスト問題いいね。じゃあラストワンで。じゃあまずは砂ザメ派でね。次月面行きますか。じゃあいいよ。いや一番右やりたいな。いないわ。いけないんだ。いけないんだ。ファンキーはいけないんだ。誰かに言うとかじゃなくてもファンキーさんを咎めるだけの。そう。お？あれ？え？その口は新しいな。この口の使い方は？あるのでは？ 2 時間遅刻した時の砂え？怖い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 。パックマンに出てきた。え怖っ、ファンキーさんの1000倍怖い。ファンキズム。え怖っ。継承した。ファンキズムの継承者。え？何これ？え？継承者だ。えやばい。あわかる、ヒラわかる、すっごいわかる。こうね、そうなんか表現的にはそれっぽいんだよね。ヒラすっげえわかるそれ。あーでも待って、これもう一個もありそう、もう一個もありそう、もう一個もありそう、全然。いやこれでしょ。いやーちょっと冷静に見た方がいいかもしれん。あれなんかでも表現できてると思うんだけど、どうなんだろうな。あの砂爪さん、砂爪さん、はい、表現できてません。嘘。いやでもできてるって、できてるんだったらできてる。できてるんだったらできてる。我々は今ひよこに見えますね、これね、ひよこ。あま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 あ、これいく、これいく、これなんだ。あと、いやわかるわかる、すっごいわかる。いやもうこれしかないわ。そうかな。あれもうこれだ、教えてない。俺はこれいきます。あいいね。いやでもね、私怒らせましたねもあるような気がしてる俺は。わかる、ちょっとわかる、うん。よし、ダメかちゃった。なんか取り口してそうで、ね。いけない。いけない。そう。わかる。挑戦しすぎたな。いや確かにテスト勉強もあった。あった。すっごいわかる。ね、単独正解狙っちゃったな。よし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 。まあまあ三点上出来上出来。うん、いいとこがでかい。次でいきます。はい。とってはでかい。あーなるほど。さあ。はい、確認来てくれ。あーあー
なるほど。はいはいはい。マオさんは意外と素直。うん、めちゃくちゃ素直。今のとこマオのディティールが一番いいから。ニコニコくん。うん。はいや。早い。それだよもう。もう。でもみんな気をつけて気をつけて。いやでこれフェイクあるよ。このあでもでもフェイクが一個あるね。ご安全に。そう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 。そう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 。ワンちゃん。いやーフェイクじゃないなー。それこれで考えてほしいや。いやどうなんだ。ああもう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 。いやいいわこれは。フェイク来ねえなー。それだ。いやあ、入れる必要ねえからな。うん。くそー。イエーイ。よし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 。ややこいお題引けよ。でかいわ。くそー。いやこれは嬉しい。これ嬉しい、なんかシンプルシリーズ2000でクリアできると嬉しい。4点か。いやこれいいポイントの重ね方だな。ね、お題が良かったわ。他に邪魔するやつがなかったから。とにかく当ててもらうのはいいな。うん。ラヒ。あ、俺だ。ファイナル問題。変な声。変な声。単独できそうなやつ。お？うんふんふんふん。共に来たが。さあ。なあ。お？お？この反応は？通常の顔。あ、あいや。わかる、わかった。組み合わせ。わからん。あ、どっちかな。いや、結構いくつかある。いや、4択か。あ、違う。も、いや、もっとあるな。いや、選択肢多いんだよな、これ。わからん。これはね、お題がむずい。うん。いくつかあるからな。あるね、これは同じ顔になる現象が。でも俺もう行くしかないから。はい。あ、まあ、ちょっと時間がないな。まあ、鼻はつけるんですけどね。あってことは、これはないんだ。ああ、でもなんか整った顔。イケメン。うん、花もつけるんですね。顔いけすぎやな。鼻が広がっていく。あ、いや、その鼻。どういうことだもう。ちょっと。ミスリードだ。多分キラ適当に鼻つけただけだ。絶対ミスリードこれ。俺鼻はこだわってつけるタイプだから。いや、絶対今の。え、広がり鼻じゃないのこれ。いや、しかもちょっと一瞬遅れた反応が。いや、わからん。ん？え、多分両方。いやー、ちょっとこれ今回は難しかったかもしれん。わからん、どっちだ。え、これわかんなくなる。あー、飲む。え、多分これじゃないのかな。どうなんだろう。こっち。でもさ、あの鼻がついてたら勝ってやったけど。いやー、どうなったら。あー、そう、2個だったらなんだけど、1個だったのが。いや、そっちか。あー、マジか。いや、マオくん強くなってきたな。マジかー。まあね、マジの二択だった。本当に囲まれ逃げた。そうね、てんてんてんはてなをこの汗で表現したかったけどね。ちょっと俺は本当鼻をつけたかったの。いやー、あー、よかった。でも鼻でね、鼻でクリがね、あのさって使われてたよ。いや、マオさんがもうこれいっちゃったな。ここから単独いくよ。単独2位だったら初手鼻いくよ絶対ね。なるほど。よっしゃー、やるか。無敵の人が来たな。無敵マン。うん。いや、これ単独で成果2回するしかない。うん。という。当てられる。単独チャンスよ。うん。タンちゃん。タンちゃん行こう。ファンちゃん的な、タンちゃん。いや、その黒い丸をさ、そんな口ないから。あの、それこれ、あのその黒いやつ、多次元宇宙表現の時は見たことないんだよ。ベンズやん。なんでこれうまくない。待って、そんな限りなく近づけることある？うん、もう一個でいいじゃん、それだったら。うん、ベンズ書かないで。頑張って。ねえ。え？うん？あ、そう。
なんだよなちょっと、いや分かる、すげえ分かる。ファンキーさん店員の人が注文間違えた時こんなに切れんの？すげえ分かる。でもあいやでもこれファン君だからな、ほらほらほら、また3日寝てないかもしれる。いやこの目の下のやつ気にしちゃダメ、マジで気にしちゃダメやねん。そう、何も気にしちゃダメ。いやー研究家詳しいな。一つも関係ない、マジで。あこれも関係ない。これでもさ、これさ、やっぱりもうなんかそれっぽくない？いやそれっぽいな。いやでも表現してると思う。えでもどこが目なの一体？もう分かんないんだけど俺。上だもう。俺多分まあうん。え？あーでもダメだ、あの単独狙うしかないから。ちょっといや俺も単独狙うしかないから嫌な予感。あちょちゃちゃもう。いやー俺もそんなと思ったんよ。よしいただいたわ俺、これもらったわ。あでも確かにテスト勉強の割には老けてんだこの人。いやー来たなー。いやこれタバコでしょ、タバコ、タバコ。あ平っちが、すいませんって、タバコ加えながらこれ注文してないんやけど。こんわ、髪の毛薄いよね、髪の毛薄いよね。おうわこれ、あでも平っちがまくりに行くな、これ。これまくりに行ける、うん、よし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 。うわーマジかー、単独チャンス。じゃあもう俺はここフルコニズム出すしかないな。どうしようかな。フルコニズムを、ここは問題、これ問題児上やぞ。出しちゃう、最高だ。早押しの要素もすごい重要なんですね。抽象画でいこう今回はね。何やと。わ我々の価値がかかっているんですよ。そうだよ。あのフルコンさんはね、あのある程度のヒントは出してくれると思う。めちゃくちゃひん曲がったイグザム。やばいの。めちゃくちゃひん曲がったイグザム。カタカナの死かもしれない。え、ダムクンしてんじゃないこれ。死、死。そういうことか。これ。よーし、勝った。勝った。うわ、マジか、まさか。本当にカタカナの死。いやこれはフルコズムですね、確かに。フルコニズム出ちゃったな。まさかの草を絡めてきたね、絡めてが。出ちゃったな。いやよし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 。じゃあザムの顔だっていうのもあながちあんま間違ってなかった。間違ってるよ。ザムの顔は全く意識しない。よしよしよし。じゃあ最後は平君の勝利ということで。いやまくったな、すごいまくりや今の。ヒラ君全体的に強かったわ。でもなんかねえ、うん、単独正解が結構多かった。うん、ギャンブル楽しいね、うん、このまくりは強かった。すごい試合やった最後ね。最後よし、あれがシーンが聞こえないふりと判断したな。そう、早かった、判断早かったね。いやマスターあれは強かったけどねえ。じゃあいきますか、クールダウンの月面探検行きます。あ、ちょっと遊び方を確認して。砂染さん、トイレ行ってきていいですか？あ、トイレ行ってきていいですよ。あ、じゃあ俺も行ってきます。じゃあトイレ休憩で、難易度、ちょっと自分もちょっとトイレ休憩行ってきます。うん、トイレ休憩行ってきます。
戻りました。戻りました。恥ずかしながら帰ってまいりました。難易度制限時間なしで。あれ？難易度調整の画面が変わってる。はい。難易度が、成功報酬の数を選べた。あ、戻りました。そうそう。9がデフォルトで。なんか難易度選択が星1、星2、星3、星4になってるから、まあ、なんか表現の仕方が変わったのかな。まあ、2でやる。じゃあ難易度2、ね、難易度2が多分そういうことだと思うので、よいしょ。ちょっと待って、一瞬確認を。よいしょ、戻りました。はい。飲むヨーグルト美味しいです。やった。じゃあ、 前回一番簡単な難易度でやったので、2番目に簡単なやつで今回やろうと思います。で多分、うん、はいはい、前回一番簡単なやつでやってとんでもない熱い戦いを見せたよね我々。そう、確かクリアーの物資が7か8ぐらいで、うん、でギリギリ7でなんか生還できたみたいな感じのやつだったんで、確かあれが最低難易度だよな、そうそう、だから今回おそらく、物資クリア物資が8になってるはずプラス、おそらくね、うん、はい、なるほど。じゃあゲーム開始します。はい、まあ、よろしくお願いします。お願いします。いやジョブ悩むなあ。あ、そうか、前回と違うんでしょう。じゃあジョブ前回何やったっけな。そうやね、俺確かね、インベンターかな。インベンター必須職はいるから悩むね。そうそうそう、ランキンさんがランダムアタッカーだったんだよな、確か。そうそうそう、なんか、うん、そう、ランダムアタッカーというかムードメーカーやったっけ。そう、ムードメーカー。インベンターは必須職やから誰かは、うん、じゃあ私、じゃあインベンターちょっとやらせていただきます。いいですね。どうでしょう、イベント、ね、あれ、あ、そうか、いいのか、物資がかける8だから8だよ、うん、うん、前回よりもプラス1になってる。じゃあ JP でルート書いて。いや俺ちょっと変なんやろうかな。あ、でも今回物資いっぱい持ってこなくちゃいけないから結構その拾うのが、拾う AP がベテラン、あ、でもどうだろう、ベテラン力持ちあたりはもう拾う、とにかく拾う人前に行ってって、うん、いやちょっと俺一発目ちょっとムド目やらせてもらおう。あ、今回いい、ね、ちょ1回いい、ね、今日は運をね、ムードメーカー運を、ムードメーカー運をね、もう全然あかんかったらすぐやめます。あ、セリビシとかもいるもんな。いや、ムードメーカー2個のサイコロ強いよね、3個よりも。あ、石は強いですから。あとなんだっけ、酸素をすぐ置ける人みたいなやついたよね、確か。あ、なんか少ないパワーで酸素を整備して、あ、そうそう、整備士は必須やったな前回。うん、整備士だ。その3パワーかかる酸素機が1パワーだけで済むみたいな、なんかそんなのがあった気がする。必須職やね、うん、でもファンキーさんは特に力持ちとかベテランとかもいいと思います。ベテランにしとくか、ほんなら。おお、どうしようかな。じゃあファンキーさんひたすら前線でいっぱい物を回収する人で、こう、じゃあ力持ちです僕は。で、魔王さん、ファンキーさんがもうひたすら物資を、うん、力持ち、うん、マジか。じゃあ整備士をやってほしいな。整備士になるか、ね、そうやな、うん、まあ、でもランキー整備士やってたっけ、変わろうか。全然、いや全然全然、やるやる、うん、大丈夫だよ。じゃあ多分自分は道を開拓した方がいいから一緒ってのがいいのかな、うんうん。で俺はどこでもいいから後ろの方でいっか。ムドメはそうだね、最後で状況によっての方がいいかもね。うん、ね、うん、わしもどっちでもいいなこれ。そうなんだ、うん、いいね。3かな、3にしとくか、うん、あ、俺4か。はいはい、よし、
で、まあ砂さんの後ろに俺が続く感じで置いてく、うん、そう、で、ひらくんも序盤は酸素置く必要ないから、なんか余ったやつはあの、うん、ルート開拓とかにして、そうね、うん、じゃあひら砂ザメがルート開拓するので、もうファンキーマンはどんどん前線に行く、はい、感じがいいんじゃないですか。フルコンさん、いやー、ちょっとクリアしたいな、とりあえずいけるかな。いや、この難易度クリアできんのでかいけどな。これでクリアしたいな。したいね。じゃあ、おい。え、おいね。じゃあ、一番手前とかはもう置いちゃっていいのかな。どんどん開拓していいと思うよ。うん、じゃあ開拓しちゃいます。うん、こんな感じで、はい、で、うん、あるいはこれもう一個ルート開拓できるんだっけ、その、あ、 2AP 使えばできるのか。そう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 、じゃあ、あー、でも無理か、あー、やべえ、今回収しちゃった、うん、あ、ごめんごめん、ルート回戻っただけやから大丈夫。あ、なんだなんだ、よかった、うん、危ない危ない、そう、1ターンに1回だけないね、その数が少なくなるのは、うん、だいたい他の人も、でも置くだけ置けばいいと思うかな、置いてもいいんじゃない、そう、もうど、じゃあどんどん置いちゃっていいですか、これで、うん、うん、ガンガン置いていいと思う、じゃあガンガン置いて、いけ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 、これでどんどんもう前線でハードを引きまくれ、あ、最初にかな、なんかこれ微妙にデザイン変わってるね、あの回収するマス目とかもなんかこんなだったっけ、こんなだったと思うけどな、まあ、ちょっと月面感増してるかもしれん、数字書いてないね、数字、なんか数字書いてあったね、3と4と5みたいな、なんかほんまや、ほんまや、形でなんか本当のただの月面になったな、うん、うん、なんかアップデートで微妙に変わったのかしらね、うん、よし、うん、いい感じじゃない、とりあえず3はあんまりね、美味しくないし、うん、さあベテランさん、どんどん行け、よーし、おお、いいね、いいぞ、どんどん行っちゃって、まあ、どんどん先に進みますじゃん、うん、はい、うん、うん、はい、もう行くね、いいね、あーでも開拓してもよかったかも、まあいっか、あーもうちょっと、でも砂さん、いや、でも砂さんにやってもらえばいいから、とりあえず俺3切っちゃっていいかな、もう奥ガンガン行って拾ってくるから、そうね、拾ってもいいぐらいやからな、うん、4を、 OK、 頼む、あー、うん、いいね、あーでも4一個拾えんじゃん、1、2、3、うんうんうん、あれ数字出てるコマに、なんかえコスト、あれなんか拾ってくる物資に数字ってなかったっけ？いや、これね、三角四角五角形でね、そう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 、多分あのもうレア度が変わ、もうパッと見分かるようになってる、うん、まあ、2進んで四角拾ってもいいんじゃないか、うん、そうだね、うん、でそこを後で砂さんが開拓したらいい、そうそうそう、物資回収で、うん、よし、オッケー、そうそう、どんどん拾っちゃって、いいね、で、俺は俺はもうできるだけ2でいく、おら、うーん、引かない、いい、あとそうか、ゾロ目行ってほしいのか、そうなんだよね、うん、ルート開拓もできひんな、どうしようかな、まあでも前に1個だけ行っちゃってもいいんじゃない、がっつり前行っていい、じゃあ多分ね、今回ね、その8だから多少リスクを犯して拾いまくんないと多分きついと思うんだよね、そうだねだから五角形全部拾うぐらいの勢いで、そうね、うん、そうそうそう、これじゃあ2個のやつを振って、うん、で、移動して、そう、でも開拓が、あ、そうか、人がいるところはいけないのか、うん、そうなのよね、じゃあ、まあ黄色の上に乗れるのを利用して、そうだね、真横を、ここで真横のここをルート開拓しちゃって、うん、で、それ手前を貫通したいね、そう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 、 2AP だけど、どうしようかな、まあ前出ちゃっていいんじゃない、前まで出ちゃうと思うよ、次のターン俺、あの、そうそうそう、酸素
ステーション多分4の真ん中あたりに置くから、うんうん、マオの出目によっては魔王前をルート開拓してから進んでもいいし、うん、はいはいはい、うんうね、2AP やけど、うん、あーどうしよっかな、そう頑張って、いやでもそうだな、うん、あーなるほど、まあ振るか3、うん、よし、しょっぱ、うん、なんかずっとしょっぱいな、今回ね。OGS そろそろどっか置きたいね。そうそうそう、置く置く置く。そろそろみんな酸素が。だね。これ前に出て、そうね。うん。そうだね。四角一。ナイス。ナイス OGS。OGS。手前へ、手前奥どっちにしよう。悩むな。これ、うん、そうか、帰りを考えると手前の方が、あでも手前置いちゃうと次の、あでも、あそうか、ファンキー、あフルコンさんに囲まれちゃってるから多分、うん、いや上に乗るだけやから別に、うんうん、あそうか上に乗るのか、いいの、そうそう、いいんで、そっかそっかそっか、うん、あじゃあまあどっちでもいい、どっちでもいいよ、うん、まあでもこれからあのおじいつ何個か置くから、じゃあ手前側に行っちゃおうか、うん、手前置いて次はじゃあ奥に置くみたいな、オッケー、ソファンちゃん、あーそろそろ酸素がきつくなってくるぞ、ベテラン兄貴、あ5を拾えるけど、あれベテランって何が強いんだっけ、物資が2で拾えるから平前に行けば5を拾える1個、そうかそうか、うん、ファンキーさん拾おう、もうガシガシ、そうね、ガツガツ拾っていきましょうか、うん、で物資回収、目の前の行っちゃいます、ナイス、あいいねー、ねえ今回は好調だね、行っちゃいます、はい、でじゃあ俺も3、2かな、いやでも、うん、奥まで行きたいよな、うん、ここ進んでもいいとこかもな、5、うん、7、おいい数字、いいね、ナイス、俺も回収できるんじゃない、ファンキーさんの、あー無理や、あれ回収っていくつ、 3だっけ、 3か三夜から無理やな。もうなんかまた車乗って帰ってくる。いやロマンの酸素が2で枯渇するから。あ、じゃあ真央君目の前のところにおなんかルート開拓するのは罰は。あ、ほんまや。ルート開拓目の前にした後動く、ね。ルート開拓を入れて。いいっすね。うん、いいね。うん、素晴らしい、素晴らしい。移動でじゃあ俺 OGS 乗って開けるか、いや俺開けない方がいいんだっけ OGS って、誰が開けてもいいよ、共有が安い人はね、医師がいないから今回は、あそうか、うん、あじゃあ俺 OGS 開けるわ、うん、でかな、物資、まあ、ちょっともったいないけどしゃあないな、うん、はい、タンク共有1だから、はい、あれこれ OGS やるの、あ、3必要だから、あ、まあ、タンク誰かに渡してで引くのありやる、あ、ここでアクション終了するとあの OGS 補給になるけど、うん、今持ってる1個渡した上で、うん、あのアクション終了もありやね、あどうせ引くから、そう、じゃあ次、うん、じゃあタンク共有で平君に渡しちゃうとか、ラーヒーの方が、でもあの2のやつってほらゾロ目で安いからフルニキに渡すじゃない、あそうか、フルコンさんの方がいいか、うん、俺もらうわ、うん、なんなら俺の3持って行ってくれてもいいけど、うん、持って行かれていいのか、うん、そうそうそう、あ交換できるかな、フルコン3で、うん、2を渡すだけやん、あ渡すだけ、あ交換できる、あいいよいいよ、ゾロ目でチャンス作った方がいいかもね、オッケーオッケー、これでオッケー、でこれで OGS で終了すると、okay、じゃあ OGS の補給余りだがアクション終了で酸素補給をしますと、さあギャンブルタイム、まあ自分の1だからまあここは、いやいけるでしょう、あいいね、ナイス、いいですよ、はい、もう一回、いやもうどんどん行こう、うん、はい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 、持ちなので、はい、よしどんどん行こう、もうバン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 行こう、あいいっすね、はい、上限まで上限まで行く、あナイス、あこれでかい、いいですよ、俺はマオくんがもう酸素ステーションになるのもありかもね、これ、ね、あー豪華、くっそ、いや惜しい、どんまいどんまい、俺手前回収して手前ルート開拓でもいいし、回収アンドルート開拓しちゃおうかな、あそうだね、でフルコンさんが回収したところに次自分がルート開拓するみたいな、うん、いや俺も回収ルート開拓終わりでいいよ別に、ああそうかそうかそうか、うん、で、はい、誰かにタンクもらうわ、
あ、真央さんから俺がもらった方が、うん、まあ後でちょうだい。古着1個2個もらった方がいいかもね。オッケーオッケー。うん、後でもらうわ。うん。おい、これでいいんじゃ、俺これで終わりでいいんじゃないかな。はい。うん。じゃあ、まあファンキーさんの目の前のやつをルート開拓しつつ、誰か後半に酸素補給してもらうわ。それで、うん、あ、ギリギリいけるかな。ギリギリいけるね。あ、おー、ナイス。で、ナイスナイス。ここに行って、うん、で、ルート開拓。そうね。罰で、いいね。よいしょ。で、誰か、私に、ね、私がもう酸素がなくなったので、誰か、ヒラッチが、まあ、出目にもよるな。スナさんの前行って、後ろに OGS 置いて移動ってできたら、一番いい気がする。ね、2か、いやーやべえ。あ、でも、あれもう、でも行けんじゃない？そう。でも前行って、で、ファンちゃんに踏んでもらう。うん、そう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 、ね、でファンちゃんがあの配り係になる。そうだね、一番いいムーブかも。あ、うん、ちょっとあ、ちょっとごめん、待って待って待って、うん、砂ザメの前後を開けておかないと酸素が受け取れなくなっちゃうので、 OGS 置くから、うん、あ、そうか、ファンキーさんがいた場所に真央くんが、うん、あ、違う、 OGS 置く、ん、あ、でも多分ね、OGS の補給があれなんだよね、うん、あのターン終わりだから。あ、ほんまや。そうそうそう、なので砂ザメの両隣は酸素補給する人が行くマスにしておかないといけないので、まあだから平君が OGS を送っちゃったらそこにはいいんじゃないそれで。で、そう、 OGS 置いて OGS の上に魔王が行って2人に共有した後もう一回魔王が OGS 引くやわ。ああ、なるほどね。うん、そう、自分のもの全開、両方に全開放して、はいはい、だから平の動きとしては今やろうとしてたのでいいんじゃないか。なるほど、結局いい、行ってもいい、行っても OK でございます。そう、両方いるからそれしか逆にないような気もする。置くよ、はい、間に、これでいいと思うんだよね。ナイスナイス。はい、で、ここで俺らが次死ぬからファン君にうまいこと立ち回ってもらうから。そうですね、うん、ファンキーさんがこの OGS に乗ってしまうと我々2人が死ぬっていう。そう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 、そういうことですね。だからファンキーさんいいね、どんどん回収できるね。ファンキーが後ろ回収&開拓しといて、マオシが絶対 OGS に2とか出ちゃっても乗れるようにすべきなんちゃうかな、うんうん、回収開拓でいいね。1あんま進んじゃったら、まあ、マオス、うん、それでも3、あ、じゃあ5、ん、あの共有のためにも11いるから、うんうん、あ、そっか、ファンちゃんがそこ普通にどいちゃうと5以上出さなあかんくなんね。うんうん、あー、そういうこと、うん、じゃあだから後ろ回収して開拓とかして、確実に魔王が2人に物資渡せるようにしとかな、まずいかな。うんうん、回収して、うん、ナイス、で開拓、ケツの開拓にして、うん、これでどうやっても1だから、うん、で、まあ、これでおしまいでいいんじゃないのかな。そうだね。あ、ちょっと待って、でも、あ、うん、まあでもおしまいにするしかないか。どうしよう。そうそうそう、ファンちゃんに次どうやって酸素渡そうってなんの。いやー、お前、うん、そやね。だからね、ちょっと待てよ、やばい。そやね、そやね。開拓ちょっと開けとこうか。母さん、ファンキーさんに酸素を渡すスペースとして、うん。そうやね。スナさんが、あ、OGS をファン、スナさんに渡して、スナさんが俺からスナさんに渡して、それをファンキーさんに渡す流れではダメか、うん、あ、でもいい、まあそれがヒラ君でもいいしスナザメでもいいし、要するにヒラスナザメのどっちかがファンキーの隣に次のターン戻って酸素を渡す、うん、でも回収で終わりだ。あの、開拓するとファンキーさんが両隣止まれなくて、うん、スナさんは上乗れるから。あ、そうか。そう。でも最悪バックアップで OGS 置いちゃってもいいんじゃないかな、そこに。ダメかな。あ、OGS 置いてもいいかもな。何個あるっけ OGS。あと3。あと3つだね。うん。じゃあ置いちゃってもいいんじゃない。置いちゃう、余ってる。じゃあ、OGS。OK?OK?OK?、うん、OK? OK? 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 うん、で、真央さん3使っといた方がいいんかな。3だね。1、2、3。
そうか、2、1、5以上いる。結局数字が余ったら別にあの目の前のところにルート開拓するとかもありだし、うん、だね、うん、ういあ、でっかーじゃあ、とりあえず、うん、助けないとまずいよね、2人を、うん、そうね、あ、しかも助けて、助けて回収もできるんじゃない、で、あ、でも目の前にルート開拓できるかも、OGS、これファンキーにも渡していけるけど、あ、でもそこまで酸素ないか、さすがに、まあ、4つで、目の前ルート開拓するのいかがかしら、そんだけ余ってるんだったら、それはありか、うん、あ、確かに、あ、ほんまやね、そう、それ強い、目の前ルート開拓して、そうそう、目の前ルート開拓して、で、平砂の間に来て酸素を渡す、うん、で、そうだね、そのぐらいで、うん、いや、そのゾロ目強、いや、熱いわ、これ。最強。タンク共有で、まずは、砂さんが最初に死ぬから、砂さんにまず、うん、まあ、3かな。とりあえず3渡して。いや、大丈夫、真央くん、次、磁気嵐引かないから、4つ全部2、2で渡しちゃおう。平砂だもん、いける。ガンガン行くなぁ。ちょっと濃縮されてるで、カード。ガンガン行こうぜ。圧縮されてるぞ、デッキ。6分の1だからね。いや、マオくんが、まあ、でも砂さんにはね、多めに渡した方がいい、ファンちゃんに渡す分がいるから、でワンちゃん、マオくんが磁気嵐引いたら砂ザメが今度マオくんに渡すっていう、その2個もらったやつで1個戻すっていう、プレイができるから、まあ、まあ確かに、そう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 、大丈夫、マオくん磁気嵐引かない引かない、大丈夫、いける、任して、うん、で2枚渡して任せて、おーいいね、でこの後に6分の1を引かなければ、あと 3があるから OGS も出せんだよな、え、強っ、ちゃっていいと思う、うん、あー、OGS、うん、まあ出しすぎちゃうとちょっとあの奥の回収の歩幅が1個っまあそうねっていうのが、いやけど出してもいいと思うけどな、うん、俺は出し毒だと思う、俺出したほうが、なるほど、もう出し毒やと思う、じゃあ行こう、じゃあ砂さんにケツ、まあどっちかに、まあどっちでも、オッケー、そうだね、でアクション終了で、まあ、酸素補給、酸素補給すると、うん、ああいいね、ナイス、まあでもここも磁気嵐出しちゃうぐらいでいいと思う、そうだね、オッケー、一回出しちゃえばもうその後絶対安心なんで、これでかいでかいでかい、あ、まあ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 、ナイスナイス、ナイス、うん、ナイスナイス、バックアップあるしね、いいっすね、いいっすね、でゾロ目そろそろ、あ、こんなマジか、難しいな、まあ移動やねんけど、俺そろそろ OGS、 OGS 乗って自分で取るしかないか、うん、うん、いやー全然ムードをメイキングできん、クソムードをメイキングしようと思ってない、ムードメーカーはまあまあここで引くわ、しゃあないよな、うん、まあでももう磁気嵐いたから3つ絶対取れるっていう、はい、うん、じゃあアクション終了で、クソ、現状ただあれなんよね、生き残る術はあるけどちょっと回収がかなりやばそうやな、回収ができてないね、全然、だから俺そうか、ちょっと待って、あ、待って、あ、あ、もう終わりか、もう、あ、まあまあまあ、酸素吸収、確かに OGS に乗って回収してもよかったなと思ってね、多分今の感じだと砂ザメヒラがひたすら回収するみたいな感じになっちゃいそうなので、ちょっとあべこべな感じが、だからいやこれしかもさ、うん、5回収戦とまずもう物資当たり物資の確率がめっちゃ低かったよな、確かそう、当たり物資が、うん、まあもう引いちゃうぜ俺、うん、いっちゃいっちゃいっちゃい、うん、正直磁気嵐引いてくれると助かるぐらいな感じ、そうやねんな、ああ3引くか、まあまあ、俺の3は持ってってくれていいぞって、ああ、うん、どうしようかな、スナさんはね、ファンちゃんに渡さんと、うん、正直ファンキーが回収、奥のやつを回収してほしいので、うん、だから言うてもファンキーさんに、あ、そっか、マオシーに物資渡せよかったな、今の、そうやな、とはいえ、あ、そっか、うん、物資渡せんねやった、あ、デメージ3もろて、でっかい AP でもう回収しまくる、回収しまくるか、うんうん、そうだね、まあでもどっちかというと多分ヒラ君か砂ザメどっちかが回収係に位置的になりそうなの、これね、俺の方がね回収した方がいいかもね、そうだね、じゃあ自分は2動かして、ファンキーさんに3渡しに行くわ、そうそうそう、でフルコンさんが次に5の1個回収できるから隣にあるやつ、うんうん、はいはいはい、
あ、じゃあちょっとあのごめん、ちょっと欲張っていい、あのフルコン、うん、このターン3回してフルコンさんからちょっと回収する。あ、いいよ、特に3持ってって、うん、で隣の黄色に乗って今自分が乗ってるところを物資回収するみたいな、うん、そんないける。回収してでファンキーさんに2を渡す。ああ、まあ出る目によってね。はいはい、まあ3回しましょう。いける、よいしょ。あ、いいよ、いいっすね、いいよ、素晴らしい。まずタンクでフルコンさんからじゃあ、うん、持ってて、はい、じゃあ3と2をもらいます。どうぞどうぞ。3と2、そうだね、それで、戻るんやったら物資も持ってってくれてもいいんじゃない。俺先に進むつもりでいるから。うん、じゃあ取りたいね。で俺の物資持ってって、あ、物資、あ、そういうことね、はい、うん、石石、そうそうそう、これか、うんうんうん、で、決定、うん、よいしょ、ナイス。で、隣に移動して、インベンター強いな。左のやつの、うん、物資回収、物資を回収して、うん、素晴らしい、素晴らしいムーブや。あ、ぴったりや、しかも。で、噛みすぎ、噛みすぎ。止まらないのでかい。ああ。で、ファンキーさんに1ラスの1を使って、やったぜ。この人は神だわ。これは熱い。3や、いや、でも3、うん、3やね。でも、全部渡して。3人渡していいんじゃない？ 3 人渡し、あ、そっか、とどまってもいい、うん、全部渡して、次のターン、誰かに。あ、で、4も回収、ファンキーさんの4の1も回収して、開拓もしちゃれば、うん、でかいと思う。なるほど、荷物パンパンになる。うん、あ、2個アンド物資1個もらって、もう帰るんでいいんじゃない？あ、もうそれでいいかもね。うん。じゃあ、これで、これでいいかな。そうだ、ね、いいんじゃない。よしよし。いや、素晴らしい。うん。よーし。攻めが熱かった。あ、酸素補給どうしようかな。確実に帰るためには1枚だけ取っとく。まあ1枚、うん、まあ、うん、まあ時期でもいいし、時期でも、時期引いたら引いたでいいよ、うんうん、そうね、そうね。あ、いいんじゃない、いいんじゃない。いや、まあまあまあ、いや、引くタイミングバッチリな気する。うん、絶望的なタイミングで全然ないね、うん、じゃあここは俺も3回して、はいはい、一気に2つぐらい欲しいな。きついか、物資回収めっちゃ使うんだよね、やっぱ3使うので、ね、ナイス。開拓か。で、あの、いやー、開拓する？開拓したら横の拾えんくなんのか。あ、一応ラーヒーが動く。あ、奥行けば。動けないのか。いや、動ける。でも、でも、さらに OGS1 個残ってるから、OGS置いちゃえば。確かにどうにかならんかな。あ、そうだね、 OGS、 OGS 多分ここら辺でいっぱい活動すると思うんで、この後のターン、うんうん、そうね、ルート開拓まあしちゃうわ、もっと、はいはい、うん、これ、まあ多分ほぼ確でバギー誰か帰る必要あるね。OGS は起動しなくていい。あ、置くよね。そう、どうしようかな。いやー、バギー帰宅見てえなー。ここでいい、あの、うん、右でいいかな。はい、いいと思う。オッケーオッケーオッケー。バギー帰宅の、まあ、まだ生き残れるから、片道切ってみてえなー、もう。3でいこう。いいねー、ぽい、うん、キャッしょっぱい、うん、まあ、いや、こんなもんよ、まあまあまあ、うん、期待値的には、平期待値よ、うん、いきなりバギー乗り込む。バギー、酸素なしのバギーはすげえな。渡せない、酸素が渡せない。あ、回収できひんのか。4で左の、いや、足りひん。あれ、ベテランだから2で回収できる。あ、そうか。あ、いい、いや、いや、いや、いけるいけるいける、お前、素晴らしい、ナイス、ベテラン。これどっちだ、いや、奥拾った方がいいのか。奥拾った、奥取っちゃってもいいかもね。奥拾いづらいし、奥でいいかもね。え、ナイス、いいね。オッケー。あ、でもこれで物資がいくつ、1、2、3、4、5、7個か。うん。これは2でいいのか？俺が今回やりたいのは回収がもう場所的に無理だ。あ、回収できひんな。ほんまやな。あ、そっか。辛いな。なんかこの立ち位置むずいな。そうだね。あ、そっか。真央くんの回収考えてなかったんだ、今。4回収か、四角回収かな。どっちにしてもきつかったな。もうマウシも
あの戻りながらもその4いっぱい持って帰るでもいいかもな。マオ君ももう帰宅組で戻りながら拾う人にありやな。そうだね、帰宅するわ。そしたらじゃあ3振って戻るよ俺。はいはい、飛んでいいか、飛んでいいな。あの OGS ああなかなか渋いね。渋いな、本当に3以上出ないなこのサイコロ。あそうやで、なんで、あそっか、3以上ないか、うん、このサイコロ。そうやで、あそう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 、あそっか、なんかそうそうなんかこれは悩ましい、悩ましい。いやー、まあ、6やったらな、OGS の上で拾うけど。だったらもう、3進んで OGS 補給とか。あもったいないけど。まあ、次回で、いいんじゃない？ OGS で最悪、まあそうだ、奥にあるもんね。手前戻って。そうそうそう、OGS 補給すれば、真央くんが補給したやつを砂ダメが受け取るっていうのが次ターンできるんで。委託が入れられないから、そうだね、こんなもんか。うん。そうだ、開拓入れられないので終了、うん、ああもったいね、まあしょうがない、しゃあないな、うん、終了して酸素補給をもうできるだけしちゃっていいなこれは、うん、そうそうそう、次のターン砂ダメがそれもらうので、ナイス。でかつ多分そろそろ時期引いちゃいたい方か、逆に、ああもう引いちゃった方がいい、うん、いけ、いやあすっごい運がいい、すごい運がいい、ナイス。まあ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 、運いいマン、運いいマン来たな、うん。じゃあちょっとそろそろメイキングしてくれんか、ムード、いやムード、ムードどうしようかな、無事からな、でかいでかい、目の前開拓、そうだね、ヒランの横行く、俺の残りあげる、あ俺の横に行くとね、俺が5回収できなくなるからちょっと悩ましい、あだからまた OGS に乗り続けるのはありかもしれない。うん。うん、で俺右と左ルート開拓両方しようか。ああ、そうだね。でももうあと1個だけ、1個だけ。あ、まあ黄色がない。うん。おお、はい。しかもフルコンさんが右と左ルート開拓するとフルコンさんに酸素渡せなくなっちゃうので。いやまあ俺まだもう1個あるから。あー、うん、あー、そうかそうかそうか。うん。まあどう。まあ、後ろか、左のルート開拓しておしまいかな、ね、だったら後ろかな、うん、左、あいや後ろでいいのか、後ろの方がいいんじゃない、うん、そうだね、でナイス、俺移動で、うん、ここも行ったらあかんねんな、ファンキーが回収できなくなるからな、帰っていこう、俺あんま何もしてないけど、俺も帰宅しないときついね、うん、ここ乗ると、あでもマオは次横の4回収するのか、じゃあ俺砂ダメが次左のやつ回収するから、うん、そこに乗らなければ、じゃあ俺3でもギリギリまで行って次横の4回収するわね、うん、はいはいはい、クソ、うんうん、あんま何もしてへん俺ままならねえな、だから最後盛り上げよう、ゾロ目指してフードマジで何もしてない、ほらなんかいいや、おっナイスゾロめ、いやまず物資回収して、物資回収してねーで、OGSとか開拓してくれてるから、そう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 、で、自分は真央くんが回収するから右隣に行く、はい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 、で、じゃあ無理だったらタンク共有でこれからもらおうかな、抜いた方がいい、ちょっとこれ物資1個、ちょっと物資1個渡してそうだね、物資2個ぐらい渡していいよ俺に、あじゃあ2個ぐらいと、はあはあ、じゃあ、3つもらう、3つもらう、買えるぐらい、うん、2個で買えれるんちゃう、2個で買えれるやん、うん、うん、ねっさあまだちょっとタンク持っといてほしいから、俺ももらわなあかんかも、うん、じゃあ3とかも、あじゃあ3と2もらうわ、あそうだね、でういよし、うん、これで多分帰れるかな、ファンちゃんどう帰る、OGS 一回踏むしかない、バギーさんはもうバギー攻めのバギーで、バギー乗ったら OGS とか回収できんくなるから、あー、うん、あー平手さん
いやー、最悪のね、最悪なんですよ。じゃあもう、もし回収はできあできないのか。手前の OGS まで行く。いや、ファン君が死ぬから、うん、俺、一番奥の、うん、あ、一番手前の OGS、3AP のところ戻って、そうそう、あの、そう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 、そうそう、帰れるところを、ね、で、うん、やっぱファンキー君に回収をしてもらう。そうだね。そうだね。うん。あ、ただもう、2分の1で時期が来るって。2分の1で。あ、よかったー、うん、でも時期引いとこう。時期が時期だけど、もう壊しちゃっていいんじゃない、それ壊した方がいい。壊しちゃっていい。うん。うん、どうにでもなれー、でかすぎ。コンコン。しゃない。コンコン。怖い音や。次も3の10なんよな、でかいの出ろ。あ、4、うん、え、じゃあこれあれじゃん、左回収して帰れるんじゃん、バギーで。いや、いや、バギーの乗ると確か酸素が渡せなくなるんじゃなかったっけ。そうそうそう、うん、うんうん、だから左回収して移動して、も終わりやけど、もらわなあかんからきついな。左回収して OGS 乗るのは乗れない、乗れない、乗れないね。まあでも左回収はまあ多分確定だよね。いや、左回収したらね、乗れないね。え、え、乗れるくない？え、3、1、2、3いるやん。5いるね、だから、うん。あの、回収したとこも踏まないといけないから、1、2、3で、うん、じゃないと OGS 乗れない。そう。うん、あー、OGS 乗れない。1単だから。でもこれ OGS 乗るしかない。で、次、1個回収して帰るしかない。うん。そうだね。OGS で、OGS で爆引きして、爆撃して、そうね。いやー、もどかしいね。もどかしい、もどかしいけど、命の方が大事やから、知らないから。そう、1足りないっていう時が結構あるんで、うん、ね、1、2、3、4、5、6、7、今全部当たりじゃないと今勝てないっていう感じになっちゃってる。まず1足りないやね。もう4つぐらいは回収しておきたい。ね、アクション終了をしたらいいやんな。うん、そう、うん、しかしゃあないね。いやー、辛い。そう、酸素補給、うん、うん、そう、これで時期が出たら、真央くんがあの救命班として前に進まなくてはいけない。助けに行かないと。ナイス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 。3つ積もれ、3つ積もれ、うん、3つ行こう、全限界まで。3つ積もったらバギーでワンチャン帰れる。熱い、ナイスナイス、ベテラン、ナイス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 、素晴らしい、ナイス、それは熱い。大丈夫そうだな。じゃあ俺、じゃあキロに、もしはもうキロだね。うん、拾ってキロだね。拾って、まあ、OK、あ、いい出目。じゃあ虫回収して、うん、でフルコンさんが目の前のやつをまあ拾える感じの位置に。そうだね、だから1だけ進んでほしいかな。あー、 OK、 じゃあ1個だけにしとくね。 OK、うん、で OGS 開けとくのもいい、いいね、うん、OGS も開けて、そうか、もう開拓はできないから、じゃあもう俺は終わりでいいんだ。うん、うん、しゃあ、でかい。俺も最後に三三出ろ。いや、もう、ちょっと回収はするけど、回収して、あの、俺帰らなあかんくない？大丈夫？俺が上げもらえる？うん、俺の方が先だから。うん、で、まあ、うん、隣を開けといてほしい。バツに乗るのがいいのかな。乗ったとってなんやな。あ、そう、砂ザメ。あ、でも乗った方が、砂ザメさんのプロコンさんの足元のやつ拾ってから。俺 OGS 乗ってもいいんじゃない？あ、OGS 乗って拾ってもいいよ。いいね。うん。あ、それで拾ってもいい。自ら拾ってもいいんじゃない？そうだね。行っても。戻ることになるけど。そうだ、いいんじゃない？いいと思う。うん、うん、1戻るでも、ね、OGS 乗るでもいい。そうよね。はい。はい。行こう。で、あ、でも今、タンク共有できる、タンク共有できる。あ、そっか。うん。これでもらえばいいんだ。お前、俺の砂間を。マオ、の物資も持つよ。じゃあ物資を 2個と、うん、で1個もらっても、うん、あれは回しミスの時に、あ、大丈夫、マオ、あ、いいか、フルコンさんが自力で引いて磁気嵐だったら、うん、もらえばいいか、もらうっていう感じ。うん、のサブプランの方がいいかもね。うん、多分ね、残りの酸素はファンキーヒラに残しとかないと多分いけない。そうね、気がしてきた、うん、1個ぐらい引ければ。よし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 よ
なんかでかいやつ。でかいね。いいね。マジ強い。あれはこれ。あ、キロにもつける。帰っても。これマイくんは罰踏んだ後に回収してほしいから。うん。あの三角拾う。多分の三角でよくない？うん。多分自分にしか拾えないマスにあるあの三角拾うは。うん。そうだね。4の3で、ああ拾えるね。強っ。これで。でここを、ああそっかそっかそこか、はい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 、そうそうそう、うん、ここ自分にしか拾えないので、そうだね、うん、あそうだね、熱い物資回収して、あちあちのみです。でしかもそこ立つと強い、ここに立てばそこ立つの強い、そう、みんなが移動しやすい、うん、そう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 、えらあそのいや神神強い。じゃラーヒーはもうヒーローか、ちょっと危ないんだよね、俺ワンチャン死ねるから、うん、ラーヒーはまあ最悪俺から、あ、まあ頑張って戻るで、あの、うん、横分けといてくれたら俺か魔王から、フル魔王からもらうかな、うん、おーうわあマジか、どこや、あでも、あ、でも前まで、あそこ、あ物資がそこ立つとあれだね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 だから、あ魔王氏が拾えなくなんねんな。やっぱりファン君に3一個も3か2一個もらって、でうん、そうだ、2マス進む、うん、2マス進む、 1進んで、あの、うん、配置したやつからに乗ってファンキーさんから3マス3もらう、うん、あー、うん、なるほど、まあそうね、しかないかな、うん、まあ、2進んでてもいいと思うけど、あそうね、こっち、うん、あそうかそうか、2進んで、あっ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 、あ、2戻るや、ごめん、2戻ってで、あ、2戻んない、ね、ファンちゃんか俺が、ファンちゃんが渡せなかったら俺が渡す、もういや、俺、あのね、個人的にはね、ファンキー君にもう5いっぱい回収してバギーでガッて帰ってほしいんだよね。あ、そうか、だから、じゃあ戻った、ま、だから魔王振るからもらうスタンバイをしといた方がいい、そうね、じゃあ2進むかな、2戻る感じか、うん、2戻るやな、で、まあ、で俺渡すわ、魔王振るから受け取る準備、そうだね、いやー、うん、あんま何もできてないな、 あ、だったらだったら、あれ、あー、どうなんだろう、いや、そのファンキーの物資を物資だけもらっとくっていう、うん、その次にファンキーはこの後バギーで酸素を大量に、確かにバギーって酸素そんな使うんやったっけ、それやとヒラッチあんまり戻れなくなるから、あー、そっか、じゃあやっぱ見ます、ちょっとね、戻しといた方がいいね、物資的にはまあ足りてるから、あとファンキーさんがそうバッグ拾いてもらうから、死にたくはないけど、うん、いやまあファンキーガン引きでいいんじゃん、ガン引きでガン引きでいいと思う、そうだね、うん、あ、それともそれとも、あ、でもこれあれ4取れないから、うん、2にしとくわ、2でいいと思う、オッケー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 、うん、これファン君の手にかかってますよ、ファンキーさんが目の前のやつを拾ってまた OGS でいいんじゃない、そのまま、あ、どうなの、あ、出目にもよるな、まずは、うん、お、いい、いい出目出すね、武士回収、とりあえず回収回収して、うん、まあでもバギーじゃなくて徒歩で戻るっていう冷静な判断も、うん、でもこれでバギー乗りできたら、あ、でバギー乗れるじゃん、うん、いや、進んで、あ、進んでもう1枚乗ってバギーで入るか、うんうんうん、あ、でも持てないね、持てないね、あー、そう、もう持てへんのか、うん、次酸素使わな持たれへんね、だからバギー乗って帰ろう、うん、帰るか、バギー乗って帰るか、バギー乗り帰りでいいと思う。それで多分2枚あるから、うん、2枚あったら帰れるかな。多分限界だと思う、ここが。うん。帰宅の判断していい。あ、ついに、ついにバギーを使う時が来た、ついに来た、さあ、2枚で帰れるのか、ファンちゃんは。もう戻れない。みんなが楽しみにしていた。ねえ、バギー。初めて見る、あのバギー。さあ、これはいい出目出てくれると嬉しい。うん、まあ、お、いい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 、あ、じゃあいたわ、回収ができない、回収できない、あれ、あ、じゃあ三角のとこまで行って、うんうん、あの、ガンズ進みして次で回収して帰ればいいよね、うん、うん、あ、そうか、そうだね、うん、2、3で、うん、あ、よ、4でいいよ、4でも4で、4進んで手前回収して帰ればいい、そうか、そうか、そうか、うん、
そうだね。ワンチャンスナさんが1個回収。いやでも無理か、もう帰った方がいいな。うん。うん、あ、いや、あ、そうかそうか。あの3の3のやつね。うんうん、まあ出目次第でっていう感じ。俺は2で。フルボンさん、僕を助けてくれ。ゾロ目、ゾロ目の方が安定やと思うね。11が出ちゃった時に。確かにね。うん。だ3だけ出ないでほしいな。あ、3出てもいいから。うん、右って一つ渡して戻ればオージェンス引けるから、うん、あ、2ケアができるぞ、苦い、うん、オッケーオッケーオッケー、ああ来た来た来た、やっと来た、やっと来ましたよ、神神神神神神、ムード盛り上げてるよ、やっと来ました、このチームこのチームいけそうな感じする、やっと来ましたよ、いいムードだ、やっとムード上がった、あ、物資もらうよ、あ、じゃあ物資1個渡そうか、うん、はい、で古川さん別にオージェス乗ってもいいっちゃいいんじゃない、でもうだってファンキー乗らないしオージェスに、え、そんな戻るなくても別に、でもいや、あれで出るか、古川さん、いや、1進む、ここあれ、あ、え、どうしようかな、物資回収はしたいけど枯渇するから、ここまで4まで行っちゃうと誰か渡してくれる人はもういないから、でもオージェス踏むしかないんか、いっぱい出たもののしかない、もう、うん、死ぬから、うん、うん、まあ、そうだよね、手前オージェス踏んどいて、ここ踏んどくしかないんやな、踏んで、うん、いけないね、磁気嵐が出たらちょっとまずい磁気嵐が出たら、そうか、炭、うん、ですね、炭やな罪やな。なるほど、でもしゃあないもんな。2分の1で罪ですね。これしか宅なかったんな。うん。砂さんの限界。1、2。そうか、砂さんは帰れるけど限界。まあ、オジエス踏んで引くしかないね。うん。かまあ、引くしかないわ。引くしかないわ。マジか。頑張ります。2分の1、お願い、ウルコンさん。うん、頼む、頼むよ、時期やめて、あー、あー、よかった、壊しちゃう、壊しちゃう、もう一回、もう一回、うわー、神、うわー、神、もう壊しちゃう、はい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 、勝った勝った、これ勝ったわ、いや、まだわからんよ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 物資があるのか、ねえ、まあもうこれ開けていけるかどうかよね、あとはねえ、お、あー、まあこれもう帰宅です、もう帰宅です、はい、ギリ帰宅、帰宅、うん、そうだね、無理無理無理、そうだな、無理さん、帰宅です、じゃあ帰れ帰れ、ね、はい、ありがとうございました、じゃあ帰還します、うん、いやでもこれちょっと12はね結構物足りないんで、もう1、もう1個、もう1個誰か引いてほしい、5、うわ、どうか、これギリギリ帰れない、ない、あ、俺1枚ないのか、帰れない、あとね、3、ひらっち3のあたりに行って、俺が割った、俺が一発で帰りながらひらっちに渡すしかないねん、そうだね、確かに、だから古川さんが3回して2を渡すみたいな感じ、え、でもさ、今さ、オージエスって確率なんぼだっけ、あ、でも今、うん、まあちょうど見えねえ、オージエス踏んで呼吸して帰るのもありっちゃあり、あ、3分の2、やばい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 、そうだね、じゃあ3のとこで待ってるね、うん、3か5の、あ、マオが絶対帰るから、あ、でも絶対帰るから、うん、フルコンさんが分回して、うん、あ、でも3の1の方がいいんか、ちょっと待って、分回して位置的に、うん、3、まあ、俺が5のところで待って、うん、マオくんがノックからフルコンさんが3振って俺に2渡す、2,3,4,5、6、フルコンさんはその後帰らないといけないんだよ、だからそうだね、物資共有で1で、フルコンさんが7、俺8とか出さなあかんねんな、うん、そうだね、3回して2を渡すから、うん、1,2,3,4,5,6、うん、まあどっちにしてもギャンブルだけど、3の方が数字的には、うん、まあそうね、うん、ああでもまあもったいないんだよね、平野5が、うん、だフルコンさんがガン引き、うん、思いっきり引くか、もしくは
うん、まあ、どっちかだよ、どっちかがどっちかの出目を引く。そうなんよな。フルコンさんが出目勝負するか、ラヒーが出目勝負するか。いや、多分フルコンさんの出目は多分3いても5いても、うん、あ、一緒一緒一緒、うん、変わんないので。だからあの5に行くと魔王がワンチャンに全部出た時に1個回収して帰れないっていうのがあるよね。そうそうそう。あ、じゃあ、うん、もうなんかそれやったら3行って左回収したら、うん、3で単位って左回収できひん。回収はできないよね。回収3使うから1単ないんだよね。うん、じゃあ真央くんが回収する攻めのプランで。そうだね、じゃあ3止まり、じゃあ3進んで、うん、あ、じゃあ待って、まあ、待って、ひらっち、うん、俺の横で1個もらっていったら。ああ、そっか、ああ、なるほど。あ、そうか、そうするとフルコンさんの出目が1個少なくても帰宅できるのか。カービン、カービン気づいた。 2を2でいいか、うん、2もらおうか。で、うん、オッケーオッケー、2でいいはず。うん、うん、オッケー、オッケー、オッケー。うん、で進めるところまで、そうだね、で行く、行くか。で、そうそうそう、もう3でいいんちゃう。3進んじゃって、あ、間違えた、これナイス、うん、ナイスナイス、うん、ナイスプラン。フルコンさんが次何出せばいいんだろうってことは、まあ、あの最低帰らなあかんから、3456以上フルコンさん、6以上やな。パンキーさん、バギー、ついに、いけ、ついにパンキーバギー、いけ。あ、パンキー俺の前に出てくれたらでかい。あ、そうか、確かに、うん、2でいいんじゃない、2でいいんじゃない。いや、いや、3の方がいいよ。いい、うん、一発帰りは無理やと思う。5以上で済むっていう。そう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 、俺の前に出てくれた、熱い。ナイス。え、帰るんじゃんこれ。帰った、あれ2番でしょ。あ、帰った、あ、いや、あ、じゃあ手前で止まってもらうって、フルコさんの前あたりで止まって。早すぎくん。そうだね、じゃあ6で止まる。 6AP のとこ。でも、あの、次で帰れなくなる可能性もあるよな。え、でも、まあ、それは、あ、6のとこならいいか。そうそうそう、6ならいける、6ならいい。うん、6ならいいよね。6の罰のとこで。うん、6罰でいいんじゃない。え、6罰止まってさ、左回収したらいいんじゃん。あ、もう多分、バニーは回収多分できない。まあ、試してみるか。まあ、6罰、6罰一応とも。どっちにしても6罰でいいと思う。見てみようか。おお、あ、開始は無理。うん、まあ、ここで。じゃあ終わりでいいと思う。はい。すげえ爆速で帰ってきた。さ、マオさんが四を出すか。この三角を出せるか。四以上出たら熱い。五以上。四四四。熱い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 。熱い熱い熱い。あ、ギリ回収できる。ギリ回収できるの熱い、これ。熱い。熱い。いや、力持ち、気持ちいい、やばい。よし、これで問題のフルコンさんのターンだ、これ。そう。5以上。5な。5な。5以上。4以下で。頼むぞ。4以下で。ムードメイキングしてくれ。だってムードメーカーだからさ、111ゾロ目出てもさ。あ、111でもいい。な、112以外ならいい。112だけ。112以外ならいける。いける。いけ！おっしゃ！もう一個回収できる。回収できる。回収できる。熱い。回収できる。熱い熱い。熱い熱い。くん、来た。いや、最後メイキングしたわ。やばいやばい。熱い熱い。ナイス。メイク、いや、これはメイクしたわ。ひらくん、11で11ダメよ。12あ、いや、オッケー、危ねえ。いいね、ファン君もう帰ろう。ファンキーさんが、まあ、確実読んでもいけるから。もう帰ろうか。1でもいいの。11でも帰れる。確確や。14物資だったらいけるっしょ。14物資ですよ。これ行ってほしいね。うん。割と三角にも当たりある。あ、これ強かったな。これはすごい。やったー。すげえ。ナイス。これはすごい。何回か綱渡りあったなぁ。いや、これ強いぞ。さあ、どうだ？1位。あ、うん。
強い。はい。強い。五。うん。六。本当に。あ、まあね。七。あ、いけるぞ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 、強い。おっしゃ。ギリギリ。強い、強い、強い、強い。これは強い。一発成功、強すぎ。これは強い。あっち。逆 MVP 二つをもらっちゃった。やったー。神。神、神、神。すげー。じゃあ次回のアナログ秒は3回か綱渡りしたね。なんだかんだでデメ賞もらってるしメイクしたな最後に。メイクしメイクしたね。いやー8位。いやあの2分の1で時期嵐出たら負けだったのが良かったわ。あの部分があれでかいなマジで。時期嵐引くタイミングも大事ね。うん、今回カードも良かったもんね。バギー早かったな。しかもバギーも見れたし、あっちあっちや今回のバギー思ったより音軽かった。テルルルルル。そうそう、可愛い音なってない。あっち。いやこれ次回星さん。いやこれ星、いや9は9。次回っていうかまあここの出でしょうね。もう一回やってもいいけど、9が1をそのあのデフォルト、デフォルト、そうデフォルト、それがデフォルトなんよね。デフォルト難易度が9っていう。石とか割と必須色抜けてたから。じゃあちょっと9でラスト行ってみますか。え、あ、今日やるの。ラスト1回やってみましょうか。あ、どうぞ。時間は11時半やし、まあ、ちょっとじゃあ駆け足で。マジか。あ、大丈夫、平君いいよ。ごめん、よいしょ。おいっす。あ、じゃあ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 、あれれれー、あれれ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 れ、あれどうやってキャンセルするんだっけ。プラスで切断するんすか。あ、じゃあ、キーワリは抜けるわ。ゲーム中止で。あー、ごめんごめん。あー、胃が痛い。よし、ゲーム設定で胃が弱すぎる。胃が、かわいいな。これで、ゲーム開始。よし、じゃあサクサク。うん、じゃあさあ、必須職はやばい。いや、インベンター強いね。インベンターはやっぱいるわな。インベンター強いね。うん、じゃあちょっとまあまあちょっと急ぎ足で、じゃあまた同じインベンターでも良いでしょうか。はい、どうぞ。はい。じゃあ俺ちょっと次石やろうかな。はい。必須職。あと不等、あ、振り直すルーキーとかも。ルーキーも強かった。なかったしね。そう、うん、サイコロの振り直しができるっていう。あ、ベテランでいいかな。ベテラン強かったね。武士回収やっぱ、うん、どうするか。力じゃなくてもいいかもね。うん、あ、でもあと OGS マンと、OGS マン毎ターン1回だけ 1AP で自分の持ってる武士が無事かどうか確認できる。あ、検査機だったっけ。へえ、あ、でもいらんくないか。いらないと思う。確認したところで、ね、自分だけだからね。ねえ、1回だけ 1AP で OGS を起動か、うん、そうそう。まあでも OGS 起動マンは多分いると思うので、エンジニアも割とさ、ね、帰るときそう強かった。まあまあ強かったよな。あ、うん、あ、じゃあ エンジニアやってみよう、せっかくだし。お、ムーメン欲しい。ムーでこれやな。おお、ちょっとガチガチでいきましょうよ。ガチガチやな。インベンターとエンジニアで道開く感じで。意思は後ろ、ね、んで。じゃあ俺2番もらうわ。そうっす。いや、エンジニア1番目でもよくない？エンジニアさんそうね。ロボットがいるから。そうそう、エンジニア1番目がいい。ロボットが先に行くのが多いやん。あれ、順番変えられるのかしら。ファンキー戻れば。ファンキーがバツ押せば。いいかな。ああ、無理そう。あ、まあ、じゃあこれで。あ、じゃあ前、まあ、マジか。まあまあまあ、これでも、うん、うん、よし、まあ2でもいいんじゃない。オッケーオッケーオッケー、うん、じゃあ、うん、あとはベテランさんか。ああ、ガチガチ構成でいこう。ガチ構成で、うん、こういう時ボコられるんだよな。ええいや、そうなんだよな。時期嵐にボコられそう。見舞われそうやな。よっしゃ、行こうか。まあ、なんかちょっとでも道の形が違うのおもろいな、なんか、うん、毎回ね、うん、これ初手目の前のやつを拾ってルート開拓するっていう強気ムービングっていいですか。あ、いいじゃないですか。いいっすよ、じゃあこれで。お、いいね。
あ、いいじゃないですか。あ、でもいけるか。全然できる。目の前の物資を開拓して、うん、なんか物資の上にルート開拓するとなんかもったいない感があるからさ、うん、これで。あ、まあわかる。それが一番強いからな、実際。で、2進み。2進みで。でもそのままあの上に乗ってもよくない？なんか邪魔に。あ、でも3取ってムーブするなら、あの乗る方がいいけど、まあ普通に進んでもいいか。進んでいいと思う。そうそうそう、うん、あの他の人が一マス。そうね。浮くので、うん、次ロボットくんがね、ロボットくんが、はい、ロボットがとりあえず、まあ、奥でいいんじゃない？うん、でいいかな？ここで詰めといて、あ、奥の方がいい？あ、帰らないのか、まあ、これ、まあ、まあどっちでもいいんじゃない多分、まあどっちでも、うん、まあ、手前拾っていくムーブ多分あんましないかもしれないんであれば、うん、これは移動して、じゃあもうガンジュガン進みで、うん、行きます。うん、次拾うつもりでもいいかも。Okay. うん。Okay. で、私はもう拾ったところをどんどんルート開拓していく。お、いいね。いいね。あ、いいね。じゃあもうガンガン詰めます。ガンガン。はい、ベテランはもう奥のやつをどんどん拾ってもらえれば。オッケーオッケー。まあ2でいっか、最初は。はいはい。おう、どう、まだ置く必要ないかな、 OGS は。OGS は中国でいいと思う。うん、あー、強気ムーブだね。そうそう、今回ちょっといいですか。コツコツ、うん、コツコツ進んでコツコツ取っていきましょう。3が2個ある。これ3で、あーっとね、5か。うーん、ここに開拓するわ。あ、いいね。なるほどね、確かに。うん、おい、あ、でもあのがいいのか、うん、いや、でも奥に進んじゃって砂溜めが多分開拓した方がなんかマス目的に節約できるかもっていう。次1個前進んで真央くん抜いた後にワンチャン4回収でもいいんじゃないかな。あ、まあ、でもあのできるだけゴール近くのルート開拓の方が美味しいしな。うん、じゃあ俺ガン進みする。ガン進みして、うん、うん、で、うん、あとは戻る人用に罰、まあ基本罰と磁気嵐のところにルート開拓を積極的にしていきますが、私は、うんうんうん、はいはいはい、じゃあまあ良かった気もするけどな、うん、まあどっちでも、うん、まあまあフルコンさんが置いても、うん、オッケーオッケー、まあ進みましょう。じゃあとりあえず行くか。フルコンさんに任せます。フルコンさんに任せます、うん、うん、ああ、まあちょっと出目がしょっぱいけど、まあ2個移動して開拓で、2個移動して開拓で、うん、そうだね、でルート開拓、よきよき、よいしょ、よきですよ。いいね、無駄がないね今んとこ。ねえ、ルート開拓場所もロボを、そしたらロボも前にガシガシで、前に前に、うん、真横で、ね、れれば、これ横でいいね。うん、うっす、移動で、で横回収ワンチャン、ああ、はい、ああ、回収で乗るか、回収して、あ、乗っちゃうとでも砂さんに、はい、あ、まあでも、まあ、まあ、まあ乗っちゃっていいんじゃない、乗っちゃってもいいと、うん、そうだね、うん、ちょっと両隣取れるチャンス生まれるしね。オッケー、ナイス、バツ、いいね、ブッシュ取れるだけ、おお、ああ、まあ一進んで回収してもいいし、あ、もうガン進みで、あ、行っちゃう、結局やっぱ5が回収できないとなかなかね、まあ、そうね、でもどうしよう、じゃあ俺そろそろ前に、そろそろ前に出て OGS 置いてほしいかも、うん、そっか、じゃあ4行くね、うん、もう少し 4&OGS いいんじゃないですか、よしよしよし、いいっすね。じゃあ奥側、あー、手前の方がいいかな、みんなラス1だもんね次、うん、そうだね、手前置いて、ワンちゃんデメジ食ったように手前に置くわ、うん、押す押す、オッケー、俺か、いいぞ、無駄がねえ、無駄が、2でちょっと、もうとにかく5、5を全部回収するぐらいの勢いで、でかい、まあ手前、1枚いけんちゃう、手前回収しようかな、あ、手前回収でいいか、うん、うん、
あ、いいね、いいね。で、そこ、すな、うん、さん、あの、起きやすくなるし。ルート書いてある、うん、やばい、ガチムーブ。俺、どうしようかな、OGS、結構行く。OGS 乗ってもいいんじゃないかな。乗るか、俺。古子さんの意思って確か共有が簡単な、ね、あ、そうでした。そう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 、うん、そうそうそう。だからでかいね。じゃあもう俺ヒラッチに3あげちゃうか。うん。うん。しばらくこの2人がタッグ組んで OGS 置いて渡すのムーブすれば、はいはい、だいぶ生存しやすくなるはず。で、確かに、アクション終了で。来るぞ。さあ。ギャンブルタイム。11分の1やろ。11分の1。うん。ガチガチに引くよ俺。はい、いいねー。でも4枚引きますよ、こんなの。いや、もう、うん、全部、もうこれでいい、全部パでいいと思う。いやいや、引き分けがない。でも、引いたとしてもやしな。そうだね。引いたとってやしな。ナイス。引いたとってよ。どうナイス。はい。ナイス。こいつはいいぞ。素晴らしい。じゃあ、これで。うん。あ、ギリギリ、あ、解読できない。置けないか。まあ、じゃあちょっと進めるだけ進んどきます。そうだね。うん。で、砂横を開けといてもらって。じゃあ、あ、うん、でもどうしようかな。真央くんがワンチャン砂ザメフルコンあたりの間にあるやつを拾いたいみたいな。あ、でもそこがいいと思うよ。あ、でもそうか、真央くん拾いたかったら手前拾えるのか。そう。うん、じゃあ、うん、ここで一旦ターン終了。オッケーオッケー、うん。要はまだ在庫あるしね。で、ロボを。ああ。ロボね。ああ、いや、ロボ、あの、スナさんと真央くんの間でいいと思う。あ、まあ、そうだね。右開けといてくれたら。うん、開拓やし。うん。うん、質開拓、移動する開拓だから入ります。はい、わー、いいっすね。出がいいですね。回収して、うん、あ、でも、いや、砂横行って共有しちゃうと砂さんに渡せなくなるから、うん、回収して、俺の横行って吸ってもっと前行かないとダメかも。あー、そっか、うん、あー、なるほど。そう、移動で、そうか、だし多分こう5引いて5の割合をちょっと増やしていかないといけないから。俺何もらっていい？そしたら2個ぐらい取ってもいいんじゃないか。3人もらうわ。そしたら、うん、3人もらって、うん、ちょっとなんかさらに奥に行って奥に行って、うん、まあ、ガンズ頑張って。今回あの5マス全部拾うよ。1,2,3,4,5,6 なんだ、ね、五角形のマスを全部拾うぐらいの勢いで。どこ行く、うん、そしたらパンキーさんの邪魔になりそうな、うん、ガンズスリーいいんじゃない。ガンズスリーいいかも。うん、ガンちゃん真横を拾えばいいし。あ、そっか、それでいい。うん、そろそろ OGS 乱立させねえとまずいな。うん、確かに。うん、あ、まあ、まあ普通に回収して回収して欲しくはあるかな。うん、うん、やっちゃやっちゃおう。で、で邪魔にならないに罰のところとかにとかね。あ、どうやろう、俺の隣に行って1個もらう。いや、でも真央が2個持ってる。あ、そうかそうか、オッケーオッケー。まあ平君が渡すこともできるし、うん、ヒラ君の出目が良ければファンキーの手前のやつを拾える、うん、動くために。あー、いいね。どうすかな、回収してもいいぐらいやな。うん、回収していいんじゃない。1個動いて回収して、そう、1個進んで取って OGS 置いてだな。うん、うん、うん、ね、よし、回収しゅー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 で、OGS 置ける。あと2か、そうね。うん、うん、OGS 置いて乗れるんか。うん、はいはいはい、いいっすね。ナイス。じゃあ次は俺が渡していく流れを作っていくと。うん、うん、いいっすね。よしよし、いいね、いくぞーい。頼むぞ。7分の1。よーし、いいっすね。よし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 、ここでもう1枚。よーし、ナイスナイスナイス。いよいよ、俺ここも3、あの、スナさんに3渡したいな。そう、フルコンさんからちょっと酸素を受け取る。あ、でかい、でかい、でかすぎ。これ横回収してもいいかもな。回収して、うん、回収して渡しちゃおう。砂横回収してんで、うん、渡すし、うん、さらに、うん、さらに OGS 引く。強っ、強いわ。
効率中じゃんもう強すぎ。はい、はい、で戻って、うんうんうん、はい OGS 酸素今終わりやな。はい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 、で引くとちょっと一枚これ。あ、オッケーオッケーオッケー、いける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 。よし、じゃこれでもうちょっと磁気嵐引いちゃいたいな、むしろ。ああいい。でこれでもちょっと潰しちゃって次踏む人が確実に。ああマジか。いやーあらあらあら、むしろ磁気嵐引きたかったな今。でこれはまあとりあえず振って。あーで、うん、メガシビビだな。これ隣の4取るだけで終わった方がいいかもね。でそうだ、これで移動して、あで今自分が立ってるところの4を引いて、うんうん、やっぱもっと5欲しいなら俺の隣で交換かな、3使って。なるほど、悩むね、悩む。あールート開拓してもいいのよ。そうだね、ちょっとルート開拓もしたいっちゃしたいし、うん、荷物持ちすぎると帰りバテそうな気もするからな。今回あんまね開拓できてないんだよね、うん、そう開拓していいんちゃう、バツ開拓して俺の横行って、開拓して、ね、で、あ、ひら、で、ひら横で、ひらからもらう、ひらくんからちょっといただく。そうね、次のターンフルコンさんが隣の右隣の4確実に取れるなら、うん、俺から補給した方がいい。ヒラ君が進みやすいようにここに移動してから、そこまで行ったら共有できる、うん、ああ共有できないのか、うん、共有に1ターン使うのか。これで こうしてで、うん、ちょっと共有を、アング共有、うん、いやうん、3だね、3をじゃあ一つ、開く、よいしょ、よいしょ、3を選ぶ。開くん次酸素補給するのかな、うん、するんだったら物資1個もらっちゃうとかそういうのありやね。いいよ、もらっちゃって、ありだね。2V1 なんだよね。そうね、 2V1 だから、あでもまあラヒが大丈夫か、うん、ラヒが踏んだ方がいいんだ、うん、むしろ、うんうん、じゃあ物資も1個回収しちゃうわ、こんな感じで、うん、で終了、うん、さてロボットへえ、これ滞在でもいい、あーまあ、うん、滞在でも良い、滞在でいいんちゃう、そうだね。トリコンさんがワンチャン右を引こうとしてるんだったら、俺ワンチャン引くにしても右やから別に、うん、滞在でいいかな、うん、そうだね、滞在しよう、オッケー、うん、うんー、2かな、うん、にかな、ね、ちょっと OGS 俺次絶対出さんと危ないな、うん、まあ回収するか、回収して、あー待って、ファンキーさんが死んじゃう、あ、気がつかなかった、まあそうですよ、渡さない、うん、ファンちゃんに渡さない、死ぬ、忘れてた、共有、あ、じゃあ3、あ、回収できなくなるのか、うん、いや、4行きたかったな、まあしゃあない、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 これを、物資は俺が持ってていいな、そうだね、うん、まあ、こうするしかない、OK、でいやーそう、オジェス置けたら置き、まあ、あーでもそうか、オジェス3個使うのか、ちょっと出目が悪かったな、残念、うん、まあマオには俺が渡しに行くから、うん、じゃあもうターン、いや移動はワンチャン開けなくていいのか、悩むこれ、 1個右左に行くかどうか、そうやな、開拓したかったけど開拓できひんな、うーん、1個左行くか、うん、うん、左そうね、ファンキーさんが拾える、ファンが回収できる、うん、そう、ファンちゃんが回収できたら熱い、うん、そろそろ酸素ステーション帝国を作るか、うん、そうなん、ここら辺で OGS を置きまくる、あーいいね、いや素晴らしい、じゃあ回収して、うん、回収して、あーちょっと待って、6やろ、うん、奥行って回収していいんかな、
いや、奥のやつ回収する。酸素が。酸素届くかな。ここから OGS。ここ、まあでも今人密集してるし、程度のところで OGS が。あ、俺ファンキーの左を開けといてもらってそこに飛び込んで両方に渡すとかじゃないと、あるいはファンキーさんが今 OGS 起動しちゃうとか。あほんまやな、回収&、うん、回収して、うん、OGS 起動してそこに乗る。あ、それいいじゃん。うん、あ、もうそれは素晴らしいな。うん、まあ、ケツ、まあどっちでもいいな、これ。まあどっちでもいいし、ケツの方がいいかな。ファンマオの間が11だと、うん、あ、でも結局移動するか、意味なかったか。うん、で、これで、で、OGS 乗る。2V1 引いてくれ。まあ、これ引けたらでかいけどな。いやもう 2V1 引けたらでかい。いけいける、ムードメーカー。いける。でよー、やっぱファンキーなわけ。ナイスファイナルファイトのハガーの声したな、今。荒らしちゃってください。潰したの、まあ、潰しちゃっていいんじゃない、うん、っていいと思うよ。あ、でも、え、いや、あのね、俺が壊した方がいいかも、次で。壊さなくていいぞ。で、使ったらまたもう一回引ける可能性が増えるから。割っとこうか。うん、割っとこうぜ。俺が、ちょっと待ってね。うん。とにかく、確実に壊すのを1個作るか、まあ、OGS 大国を作っちゃってもいいと思う。マオさんが死んじゃう、どうしようかな。そうか、フルコンさん2なのか。うん、あー、そうか、 OGS を置くとフルコンさんのマス目が1個上がっちゃうから、うんうん、そうやんねん。じゃあルート開拓する、俺。ルート開拓の方がいいかもね。ルート開拓して、でここの OGS ぶっ壊して。そうだね、うん、そうだね、うん、そう、うん、OGS。 いやー、なんかね、起動しない方が良さげだよね、今ね。今起動しちゃうと、そうだね、フルコン、あの、マオ君の致死率高くなるから。そうだね、ちょっと悪いけどここで割るわ。 OK、 OK、 どれ、ドカーン、10分の1。そう、ウィ頼む、3以上出てくれよ。1じゃなければ大丈夫。ああ、よしよしよし。だから、がっつり進んでもいいんかな。4位って渡してもいいか。俺が。あ、いや、でも回収とか。ちょっと待って。あ、そうね。回収考えたら。うん、俺ここで。3でいいと思う。うん、あ、俺ここでね、共有した上にルート開拓できるわ。最強、うん、それ強い。2個とも渡す、渡す。コンさんはもらえる、俺誰からもらおうかな。そう、いや、2個渡すと、多分2個渡すとまずいか。コンさんに渡せる人がいないので、うんうんうん、1個かな、1個。そうやな、うん、あれ、なんかそうやな。そうやな。とにかく誰かが OGS 大量酸素マンをいないと、うん、今みんな酸素がカツカツなんで。そうなんよな。次でなんとかがっつり引かないと。そうだね、大量酸素マンが、なんかで、とりあえずでっかいデメが来てください。でかいでかいでかい。あ、まあまあまあ、うん、これファスナさんまんま前出てきてもしゃあないから、回収して OBS、そう、回収してルート開拓して、うんうん、OGS かもね。回収するか、あー、そうだね。ルート開拓はスナッチャンの前に誰もおらん状態やから絶対やった方が、うん、うんうんうん、じゃあ4回収しちゃおう。4、うん、4回し、あー、危ない危ない、あー、そんなことする子はな。裏切り者か、インポスターが。酸素が薄くなってきたからちょっと冷静な判断ができなかった、ね、これ回収する。こちらを回収して、はい、で、で、ルート開拓して、なんだったら OGS も置いとく。ちょっといいんじゃない、 OGS、 ルート開拓、あるいは多分次誰かが砂溜めに渡さなくちゃいけないんだよね、酸素をね、うん、OGS に乗って OGS 置いてもいいな。じゃ
あ、でもそれはそれは移動が足りないか。そう、なんかいやー、俺は個人的には普通に OJS に乗って2個引いた方がいいかなと思う。じゃあ開拓でいいか。開拓して、うん、ここで OJS 置いちゃうと動けなくなっちゃうから、うん、じゃあ普通に移動して、で次ヒラ君が OJS 億万になってくれれば、うん、そう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 。じゃあ、うん、これで、まあもったいないけど終わるか。うん、そうだね。うい。ういっす。で、じゃあ2個引いとくれ。2個引きます。最低1個引いとくれ。おなしゃす。うん。よーし。じゃあもう1個。うん。まあいいんじゃないですか。素晴らしい。で、俺はロボットはステイ。ステイやろ。ああ。ステイだね。でいいかな、うん、で俺どうする。大きい出目、大きい出目出して、うん、OGS を置けるとでかい。あ、でかい。あ、オッケーオッケーオッケー。置いちゃう、置いちゃう。あ、でも OGS を手前置くか、うん、手前だね、うん、うん、自分で引こう、うん、前に置いて、うん、でここでいっぱい置けばフルコンさんも最終マンになれるかもしれない。一、うん、余りだから、まあしょうがないから、もうこれはもう引くしかないもんな。引いて、うん、今後ファンキーさんとかがもう、やばす、やばす、それはやばす。しゃあないねんけど。いやこれファンキーさんが大きい出目がして、どうする？ってなると、え、うん、マキさん一歩進んで物資回収して OGS に戻るとか。いや足りひんな、一個足りひんな。一個足りる、足りるで。いや足りる、多分2、全然足りるで。一個進んで2で回収し、これで目の前のやつ回収して、うん、でまた下がる、うん。いけるいける。そのあそうか OGS に乗ればいいか。うん、そう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 。そうかそうか、うん。ける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 。いや、地域が激しいわ。で、次、ヒラッチが、マオ君に酸素を渡すのはスナザメかな、多分。オーケー。か、あるいは、ナイス。うん。そうだね、次、あのスナザメがマオ君の隣に入れるようにしていただけると。俺がどかなあかんねんな、とりあえず。そうだね。今マオくんに渡せるのが多分。えっ、うわおマジか。どうする？どうしよう。ヒラッチ OGS 引くしかないから起動して乗って引いてで俺はそれをもらうしかないねんな。ねえ。うん。カツカツ。どっちがいい？手前やろ。手前か。あれ奥でもまあ、うん、壊れたもん。あ、どっちでもいいか。うん。オッケーオッケーオッケー。うん、しゃあねえなー。でいっぱい引いてくれ。オッケーオッケー。いっぱい吸い取るからいっぱい引いてくれ。酸素マンになーる。酸素マンになーる。ナイス。まずは。ナイスナイス。さらにいくよ。でもひらくんからみんなが補充する。うん。そう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 。ナイス。いやいい、3はでかい、3はでかい。さらにいくよ。ああ、まあ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 。まんまんまんやね。で、フルコンさんは。の位置に次砂ザメが来るので、うん、そう、あ、いいんじゃない？うん、あのこれ物資回収もできるわ。いいね。うん、ヒラッチからなんか2個、うんうん、1個でいっか。あ、そうか、タンク共有ゼロ強え。うん。そうよ。1個か、1個でもう買えるか。じゃあ俺の物資もらう。そうね。もらおうかな。物資もろって。一発で帰れるか、いやでも、いやだったら2枚かな、うん、あの酸素2枚かな、うん、2枚もろって、ごめん物資はもらえないわ、今引こうとしてるから、さらに。あ、そうかそうかそうか、ごめんごめん、うん、そうそう、うん、ならオッケーオッケーな、俺これの2枚で、で、さらにこれで回収して帰るわ、もう、うん、うん、でもこの2枚で俺は帰宅、帰路に着きます。で、あ、オッケーだね。うん、ルート開拓があと4個で砂ザメが多分使っていきたいな。出目が11でもマオ、あ、出目が11だとダメか、共有ができないのか。そうだね、うん、うん、
そうだね。三出してください。三以上で。お願いします。あ、よかったよかった。もう綱渡りなんだよな。ちょっと焦った。これで、じゃあ、あ、ルート開拓。まおやこをルート開拓してから渡しても乗れるし、砂さんだったら。あ、そうかそうかそうか。4だからこうしてでここをルート開拓した後にそこに乗れ、あの無理や、あダメか、あーそうなんか、足りひんやった、きついと、うん、もう渡すしかない、うん、渡すしかない、渡すしかないね、せやね、どうしてしゃあないな、そっか、うんうん、そうだ、そうしかないな、うん、そうしてで、タンク共有でナイス、こちらを、よいしょ、1個渡す、1個渡して最後の酸素を渡して、うん、で自分は多分もうカエルマンだから物資も特に渡さず、そうだね、よいしょ、うん、で一応もうで帰る、帰る準備をするので、うん、一番もでそうフルコンさんからでフルコンさんから次もらうばいいのか、あああげてもいいね、うん、そうそうそう、3あげて俺 OJS 乗るわ、 OJS 乗ればいいの、うん、ロボステイよな、ロボはステイやな、ステイだね、1個下げ、いやあ1個下げありやな、うん、あー確かに隣1個下げあり、なんかで拾えたらで、俺は OGS に入らなければ死ぬのか、うん、うん、そうだね、だ自力で OGS とかだとすげえ、あ、それいいね、そうだね、OGS 行こう、ああ自力 OGS を受ける、あ、OGS もないのか、物資回収、回収 &OGS を乗れるやわ、いけるな、熱い、熱い、乗れるわ、熱い、2分の1、最高、どうで、熱い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 、よし、OK、熱いね、で、でリスクなしの4枚引き、また終了、またハンキーさんのバギーが見れるかもしれない、うん、これノーリスクで俺全引きした方がいいよな、全引きでいいと思う、うん、後続がめっちゃいるからだし、うん、うん、オッケー、お顔ナイス、さて、うん、どうしよう、いや難しいな、でもこれ今いくつ、12か、12、12だからもう三角拾いながら帰るしかないよ、うん、酸素の状況って、うん、ファンクも多分奥の2個拾うの難しそうだね、いやでもまあ理想で言うと奥の2個拾って今ファンキーが立っている OGS に戻る、うん、あ、デメ見てみるか、デメ次第で、うん、あ、うん、あこれは無理だ、無理だわ、帰宅だな、帰宅や、帰宅、帰宅、これでも物資足りひんな、でも2で取れるから41枚取れる、じゃあ、うん、3のところ行って、右の4を1枚取るか、え、いや2のとこ行って左の4を1枚取る、うん、そうだ、ね、そしたらあの酸素まだ渡せる、あ、これそっか、生きてんのか、うん、うん、に行って回収して、うん、でもう多分このキロのやつを全部拾うぐらいじゃないと多分、うん、確かに 9個だからな、うん、うん、これで1、2、3、4、5、6、7、8、9、10でさらに進んで、うん、マックス次帰るぞでもいいけど、あ、乗りたくないのあるけど、うん、そう、乗りたくなさあるな、拾いたいから、まあファンキーさんが2か1、2、3、4、まあでもでもマウス誰かしら渡せるんじゃない、ファンキーさんに多分、うん、だし、うん、渡して、うん、わしの物資を取って帰ってもらってってしたら、わしの出目で右の4を回収しながら帰るっていうことは現実味を帯びそう、そうだね、ここ乗っといても良さそうな気はする、うん、怖えー、ギリギリだなぁ、あー、出目がいいのが悩ましいな、でかっ、
どうする？帰宅キロいける1、2、3、4、5、あギリギリ帰れないのか。これ OBS ふ OBS って言ってた。OGS ふんむべき。いやでもあそこのそれね、それ俺がふむわ。じゃあ多分砂ザメフルコンが一番しんがりで OGS 補給しながら帰るっていう感じになるので、ヒラ君は多分砂ザメフルコンの物資を受け取りながら帰ってほしいかな。あ、今それかさ、あのファンキーさんの2個手前のとこまで読んでいって、読んでいって三角回収はダメ、ありかも。マオ君に補給してもらう、うん、俺はそっちのプランの方が良さそうな気がするね、うん、いやー怖いねこれ。回収しよう。うんうん、で俺か、俺2やな、2やな、2で、そうだね、砂さんでかいでもあんま必要ない。3最低出れば奥の OGS 引けるから、そうだね、うん、2が出なければいい。あ、じゃあ2でもいいんだ、俺なら。あ、そうか、OGS いけるね。うん。2だったら、そうか、共有が、ああ、指差し確認よかったね。よかった。じゃあ、これで共有。おー。よかったよー。よかったねー。よかったねー。よかったねー。これだけでいいかな。物資は開けとくか。あ、でも OGS 行くからさ、俺。1個物資渡しちゃってもいい、うん、ね、すなさんも帰る ?3 でも帰るしかない。帰ろう。3でも帰るしかない。そう、だから。全然、うん、じゃあ物資1個受け取るわ。すなさんはもう帰りつつ、1空いてたら1つでもルート開拓して。うん、そうね。じゃあ、フルコンさんがもう最後のひたすら回収マンな感じ。しかないね。ここで酸素いっぱい引ければ。そうだね。12分の3が。よいしょ、頼む。まず1枚確実に引けるのがでかい。そう、1枚確定がでかい、マジで。最低保証があるの。そう、最低保証マジででかい、これ。あ、3! おー、でかい。いいよー、ナイス。怖い。さあ、4分の1。あ、なんか今、イカサマしてなかったか、カードの。うん、大丈夫です。はい、来い。シャッフルがおかしかった。もう1枚。いけるぞ。あー、まあ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 。まあ2枚引けたらいいよ。うん。砂ザメさんは1、2、3、4、5、6、これでも帰宅できたらいいけどな。7ダッシュ帰宅できれば。9。もうちょっと開拓はできないけど帰宅でしゃあないよ。うん、しゃあない。まあでもフルコンさんのことを思うと胸が開拓けそう。胸がなルート開拓をしたい。ああ、でもそう、無理か。無理無理無理、ギリなのよ、ギリなんよ、死ぬのよ。あ、7回8だったら右に1個ルート変えそうなんよな。あ、7は十分いい出目やからね。隣で回収するのはありか、あのタンク1個だけで、その後また真央くんがどいた後に後の OGS に乗るみたいな。厳しいか、OGS の時期嵐だったらもう帰宅した方がいいと思うよ。ね、帰宅した方がいい。だって帰宅できる出目が出てる、この状態でもう4つ支援抱えながら。だったら帰ろう帰ろう。帰宅でいいよ。じゃあ、ここで7出たのは典型やと思う。なるほど。もうそういう天の意志だったのか。うん。お前はもう帰れって言ってる、多分。帰れと。なるほど。ナイス。ロボット軍大事。もう3は諦めて手前に出した方がいい。うん、そうだよね、うん、みんなロボットを踏んでいった方が悔しい、うん、そうだね、みんなが。でもこれすると俺いい出目出さないと2人が死ぬんだよね。うん、そうね。ああ、そう、いや、いけるいける、運命のダイスロール。あ、終わった。え、でも皆さん、でもこれロボット、そっか、いやでもロボットだロボットと言ったとしてもダメだったな、これ。うん、ロボットだとしても足りんかった。終わった、うん、終わった。あ、この今から俺は物資を破棄する、いいのか。ピエなんもできんよな。でもそうか、なんも、フルコンさん、うん、あ、でもダメ か、 だから
わうん。あーなんもない。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 なんもなかった。デメが死んじゃった。デメ。デメ。待って、これ、いやこれはもうどうしようもない。OJS 行く？ワンちゃん。あれはファンキーが大きく息する分で最後口づけでなんとか開くんのワン呼吸分を酸素で補充して。うん、だからどういうこと？ OJS 行って酸素補給。でも OJS ターン終了してからだから。私の物資もう。積んでる積んでる1しかないから積んでるわ。うんうん、いやどっちにしてももうヒラが次パパって積んでるし、もうどっちにしろ終わりだ。なんでも積んでる、なんでも積んでる。ファンゴ助けて、ファンゴ息が、いやもう積んでる積んでる、ファンゴ息が。じゃあファンキーせめてあのヒラくんの隣で死ん一緒に死んで、うん、一緒にファンキーヒラに全部渡して、いやもう無理よこれさ。いやもう積んでる積んでる、いや積んでる、何しても積んでる、もう積んでる。俺をヒラ君を抱きしめてあげて、最後ヒラ君を抱きしめて、ファンキー、一人で死にたくない。ちょ待って待って、あのさ、これわしが、いや無理無理無理、積んでる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 、何しても積んでる。そうなん、フルコン、え、うん、だって次ヒラの番が来たから、もう次のヒラの番が来た終わりやから積んでんね。死ぬんか、死ぬ。だから今ファンキーが決めるのは、魔王の隣で死ぬかヒラの隣で死ぬかを決めてほしい。そう、そう、でもあの、それから自分だけ OGS で吸って死ぬか。そうそうそう。でもマオ君はあれやよ、飛んで2本あるよ、生きてくれるよ、僕死ぬけどね。ヒラの横、OGS 中か。そっちギャルゲーよ。どうするか。それ止めてあげるかだよ、ヒラ君と。ときめきメモリアル、酸素ボンベよ。決めてくれ。ありがとう。死ぬしかない。物資回収や、物資回収。無視パンパンで死ぬ。無視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 、全部あの最後ファンキー苦しい、ファンキー苦しい、俺一人で死にたくない。ファンキー苦しい。酸素ボンベ持ってるだろう、命よりも持ってるだろう、嘘つくな。貴族みたいな感じの、すごい、すげえ荷物がパンパンだ。ありえねえ。1,2,3,4,5,6,7,8,8。まあ結構壊れてんな。いやでもこれでワンチャン、そうだな、手前の三角が1個あれば、そうね、うん、急だったけど、でもまあ厳しかったな確かに。いやーでもいいっすね、むずすぎる。いやー申し訳ねー、いや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 、申し訳ないとかないよ。デメが悪かったからルート開拓できなかったのかな、インベーターが。ルート開拓4つも余っちゃったからさ、そこなんよ、もったいなかった。あれだね、3、4は無理に狙わなくてルート開拓するのありかもね、ちょっとある程度妥協して。最初とか荷物持ちすぎて酸素が補充がなかなか。いやーすごいよ、これはなんか人間の欲とかうまいことバランスできてるわ。ねえ、これむずいほんまに。いやでも、まあでも8クリアできたからね。8クリアは気持ちを、脳汁めっちゃ出た、なんか。いやあれよかった、確かに。あれすごかったなあ、れすごかったね。快挙ですよ、快挙。快挙だし、バギーも見れたからすげえ満足。バギー帰り熱かったよな。バギー帰り、思ったよりもデメがすごかったな、本当に。すごかったね、あれね。バギーエモかったね。はい。まあ、じゃあまた、なんか新しいゲームアップデートされたりとか、月面探検これ定期的にやりたくなるんで。ね、いや、月1でやりたいよ。いや、月面探検これ面白いわ、ほんと、癖になる。面白いな。なんかもうあと1回、あと1回ってなっちゃう、どうしても。ハードモードやりたいね、最終的には。最終的に、誰もクリアしたことない、あの、ゆっこモード。無視10で。ねえ。いや、ほんま、そうなんすか。無視10ってどうやって攻略すんねんって話だから。でも意外とガチガチのメンツより、あのなんかちょいネタメンツの方がいけたのもすごいね。ムードメーカーは必須な気がする、最終的に。結局でかいなぁ。なんだかんだ言ってガチガチじゃない、その力持ちとかが案外、そうね、武士回収しようとすると、うん。イージーだと荷物持て余すけど、
なんか、うんうん、ハードだと案外力持ちとかベテランがティア1に入るんじゃないのかなっていう、ね、いや面白いな、ないよ、いやこれやばい、もう意味わからん、もうアナログ部だけやり込んでいくゲームみんな初手のなんかこう定石みたいのができてってみんなどんどん安定ロボニーじゃないの、何やってんのそれ、そうそうねえ、そうそう、初手ルートしないで何してたのみたいな、回復入れないの、もうダメだ、一回やめよいや月面探検は結構癖になるなこれ、やりてーそのやりとりやばいやばいやばい、ロールみたいになってくるよバトンが飛び交う、いやまあありがとうございます、じゃあ次はまたなんか機会があったら9、また今回と同じ9クリアを目指しましょう、ね、はい、はいはい、はい、じゃあありがとうございました、おのおのの配信でじゃあ締めてきてください、 ありがとうございました、はい、ありがとうございました、いや9はさすがに厳しかったね、あームードメーカーでワンチャン目指すしかないような気もするよな、ね、まあだけど頑張りましょう、はい、次は、ご視聴ありがとうございました、やっぱこのゲーム面白いわ、またアナログ部発生すると思いますのでよかったら見に来てください、というわけで本日もご視聴ありがとうございました、こんな時間までいつもありがとうございます、明日は個人放送すると思いますのでよろしければ見ていただければと思います、じゃあねー、バイバーイ。